ここは地球上でも有数の乾燥地帯であるチリ北部のアタカマ砂漠。でもこの砂漠には美しい秘密が隠されているんです。その秘密とは、3年から5年ごとに突然花が咲くというもの。かなり有名で、砂漠花畑とも呼ばれています。花の種は地面に落ちると雨が降るのを待ち、砂漠に十分な水が補給されると約200種類の花が咲き始めるのです。そしてアタカマの黄色い砂が紫、白、緑、そしてピンク色に変化します。砂漠で見られるもう一つの神秘的な現象は、砂の滝と呼ばれるもの。風が多くの砂を峡谷の端に移動させると落下し始めます。そしてこのサイズが100倍になると、サウジアラビアにある砂の滝のようになるのです。ナイアガラの滝のようですが、一滴の水もありません。地元の人々はこの現象のことを、砂嵐が起こる前触れだとしています。近隣は妖精の輪とも呼ばれる草原や森林地帯に現れる不思議なキノコの輪のこと。近隣がほぼ完璧な円を形成する理由については多くの説がありますが、迷信では妖精の踊りが地面を燃やし、キノコを急成長させると言われています。インド南部では2001年7月から9月の間に、歴史上有数の奇妙な気象現象が目撃されました。なんと真っ赤な雨が降ったのです。多くの人は典型的な暴風雨だと思っていたので、かなりショックを受けたとのこと。そしてその色は服にシミをつけるほど濃かったそうです。さらに緑、黄色、茶色や黒など他の色になることもありました。モンスーンの真っ只中に赤い雨が降り始めて、数週間定期的に降り続けました。研究者たちはこの異常な雨にホコリや藻が含まれていることを発見。ですので舌で舐めようとしては絶対にいけません。科学者たちにも藻が雨の中に含まれた理由は完全には分かっていないので、この現象は未だに解明されていないのです。ヘスダーレン渓谷の奥にあるノルウェー中部の田舎に住む人々は、白、黄色、赤の光が空を横切るのをしばしば目撃することがあります。この光は昼と夜に現れ、80年代には週に15回から20回ほど目撃されていたんだとか。このヘスダーレンライトはほんの数秒間しか見られない場合もありますが、1時間以上続くこともあります。ライトが動き、宙に浮いたり揺れたりしているように見えるとのこと。一部の科学者たちはこれらの光の原因がイオン化された鉄粉によるものだと考えています。他の科学者たちはナトリウム、酸素、水素の燃焼だと言っています。でも多くの人々は単に誤認された飛行機だと主張しているようです。スノードーナツは滅多に見られない珍しい気象現象の一つで、これが形成されるためには完璧な気象条件が必要となります。この驚異的な雪の輪を見るためには、ロッキー山脈のような雪に覆われた山岳地帯で、風、気温、雪、氷、湿気などの条件が全て揃っていなければならないのです。地面の湿った雪の薄い層の下に氷か粉雪のある状態で強い風が吹くと、雪だるまのようにドーナツ型になって丘を転がり始めます。そして転がり終わると、野球のボールサイズから車のタイヤのサイズになることがあるんです。でもサイズは全て風の強さ次第のようです。できたばかりのスノードーナツはあまり長く持たないので、もし発見したらすぐに撮影してくださいね。地球上に他の惑星のようなもう一つの独立した生態系と大気を持つ場所があるとしたらどう思いますか？ルーマニア南東部にあるモビラ洞窟は、なんと550万年もの間完全に暗闇の中に閉ざされたままだったんです。それが分かったのは、建設する場所を探していた労働者たちが洞窟を発見した時のこと。科学者たちは洞窟への入り口を作った際に、内部で完全に持続的な生態系が反映していることを発見したのです。多数のトンネルを通り抜け、岩に穴を開けて道を作った後、科学者たちは腐った卵のように悪臭を放つ硫酸の湖を発見しました。その場所の大気は硫化水素で満たされ、地上の大気の100倍の二酸化炭素が含まれていたのです。言うまでもなく、この大気はかなり有毒。さらに信じられないことに、
この洞窟内には独自の生態系が存在し、地球上の他の場所では見られない33種の生物が存在していたんだとか。この洞窟は全く異なった大気を持つ他の惑星に生物が存在するということを証明しています。でもその存在が誰にも知られていなかったのは不思議ですよね。ここにある木を見てみましょうか。これはインドゴムの木と呼ばれるもの。強い根は地下ではなくて表面に生えています。人々は特別なフレームと留め具を使うことにより、根の成長の仕方をコントロールする方法を編み出しました。例えばゴムの木の近くに穴があり、片方の端からもう片方の端まで橋を架けたかったら、成長する木の根をその方向に向ければ時間が経つにつれ地面に根が張り、土砂を頑丈にしてくれるんです。そして一本の橋が出来上がるまでに約15年ほどかかるんだとか。こちらは生命の木と呼ばれる驚くべき木で、バーレーンの砂漠に生えています。数キロ四方の砂に囲まれているこの木は、砂丘の上に400年以上も生えています。ここは非常に暑く湿気もありません。ですが木は緑の葉を持ち成長し続けているんです。今のところ科学者たちはこの木がどのように水分と栄養分を得ているのかということを理解していません。周りには油田しかないので、地元の人々は木が神聖であると信じているようです。この木は生命の奇跡と自然の力を象徴しています。一部の専門家たちは全て根によるものだと確信しているようです。根がかなり深いところまで張っているので、地下の水源に到達しているのです。夜通しで何時間も運転してきたので、眠る機会もなくうとうとしてきました。車を止めて手足のストレッチをしながら空を見上げると、美しい日の出が見えます。でもなんと空には太陽が3つ見えるではないですか。目をこすっても3つの明るい太陽が見えます。ですが3つに引き裂かれたわけでもなく、もう一つの太陽が現れたわけでもありません。これは幻日と呼ばれるもので、主に激しい霜の際に発生する現象。空にある小さな氷の結晶が光を屈折させ、一つではなく3つの明るい部分が見えるのです。この現象は正式にはハローと呼ばれています。通常太陽の周りに見えますが、夜にもハローを見ることができるんですよ。街灯を見れば周りに明るい円が見えますよね。時々ハローはより奇妙な形に見えることもあります。そして空気中に氷がたくさんあると、十数個の鏡がある部屋のようにさらに光が歪み始めます。ハローは人間の目の形に見えることもあるんですよ。その現象のために夜明けと勘違いされることがあるほど。地平線を見ていたら夜明けが始まり、太陽の先端が現れます。でもちょっと待ってくださいよ。太陽が空に溶け出してしばらくしたらまた暗くなってしまいました。そしてその数分後、本物の太陽が顔を出します。これは前述した3つの太陽と同じ光の屈折効果が原因。でもここでは光が水平ではなく垂直に湾曲しているのです。そして本物の太陽ではなく空の氷の結晶の反射が見えていたのです。でも地平線上に3つの日の出が見えることがあります。まあこれは地球上の話ではなく340光年離れた場所でのことですが、宇宙には中心に太陽のほぼ2倍のサイズの恒星を持つ恒星系があります。そしてこの恒星の周りを2つの小さな恒星が周回しているのです。この奇妙な世界にも惑星が存在しています。ここでの日没と夜明けの際には本当に3つの恒星が見えるのです。この惑星にいる場合には、夕日を眺めるために恋人を公園のベンチに連れて行けばデートはうまくいくはず。今回は最も衝撃的な自然現象について話してきたので、最後に砂漠での雪についても触れておきましょう。そう、2018年の冬、地球上で最も乾燥している暑い場所の一つであるサハラ砂漠の住民は、起床時砂が厚い雪によって覆われていることに気づいたのです。場所によっては砂丘を包む雪の層が38センチにも達するところがあったそうですよ。気象学者たちはこの信じられない現象について、直前に起こった嵐からの降水と冷たい空気が混ざって雨ではなくて雪を降らせたと説明しています。
もし皆さんがその場にいたら何をしますか？雪のラクダを作りますか？そしてコブは一つにしますか？それとも二つ？芝生の上に寝そべって青空を見上げて日向ぼっこ。小鳥のさえずりに耳を傾けます。いやー、いろんな形の雲が流れていくぞ。すると突然、遠くでゴロゴロという轟音が聞こえてきました。身を起こすと、向こうに巨大な濃い雲が浮かび上がっているではありませんか。しかし何よりも恐ろしいのは、その大きさではなく、その形。まるで骸骨のような形をしているんです。でも大丈夫、これは悪い前兆なんかじゃありません。っていうか、雲ですらないんですからね。これは数年前にイタリアのヴェスヴィオ火山の上空で煙が生み出した形なんです。ヴェスヴィオ山とは、そう、古代の都市ポンペイを地上から消し去ったあの悪名高き火山。噴煙が目撃された当時、人々はこの火山が再び噴火するのではないかとパニックになりました。しかし幸い、この火山は未だに休眠中です。じゃあこの煙はどこから現れたのかというと、付近の森林火災でした。放火事件だったのではという噂もあるようですが、その真偽は分かりません。アメリカ・ペンシルベニア州セントラリア、まあ見渡せば分かりますが、なかなか不気味といったところでしょうか。枯れ木が立ち並び、動物も人も姿がありません。すべての建物が廃墟となっているのです。道路はひび割れ、砂利だらけになっていますし、そこを走る車はありません。あたりには煙が立ち込めています。そう、この町はかれこれ50年以上も燃え続けているんです。セントラリアはかつて鉱山都市でした。そのうちの炭鉱の一つが廃鉱となり、ここがゴミ捨て場として利用されたのです。人々の話によると、町はこのゴミを一般的な方法で処理しようとしました。そう、燃やしたのです。この計画が大間違いでした。一体何が問題だったのかというと、このゴミを燃やす炎が炭鉱の奥へと入り込み、残っていた石炭に火をつけたのです。それ以来炭鉱はひたすら燃え続けているというわけです。周囲の二酸化炭素濃度は急上昇し、付近の鉱山も安全のために閉鎖されました。沈下することもままならず、炎は町の地下で燃え広がっていきました。そのために道路は熱を持ち、土は酸性になり、通りは煙とスモッグが立ち込めるようになりました。2017年時点でこの町に住んでいる人の数はたったの5人と記録されています。こちらはカナダ、アブラハム湖。ここは完全に凍っている湖です。透明な氷の上に立って、下に何があるか覗いてみることにしましょう。魚の姿はなく、見えるのは凍りついた泡。まるで雲が氷の中に閉じ込められたかのような光景です。なんだかクラゲのようにも見えますね。これらはメタンからなる泡。手で触れようと氷を掘ってはいけません。メタンは可燃性の気体なんです。このメタンは湖に落ちた落ち葉や草、昆虫の死骸などの有機物を分解する微生物が生み出します。このメタンが冷たい水に触れると無数の小さな泡となります。そして氷が溶けるのと同時に、そこから外へと噴出するのです。似たような湖は大西洋の沿岸部でも見ることができます。ここではメタンが気球の数倍の大きさの泡にまで育つことすらあります。見た目は美しいですが、非常に危険なので要注意。お次の不思議な湖はインドネシアから。ジャワ島へ渡ると草木に覆われた雄大な火山を見ることができます。旧火山のようですが、そこからは噴煙が立ち上がっていますね。頂上へ登ってみましょう。いやー、疲れました。汗もびっしょり。ちょっと涼みたい気分です。登頂して火口を覗いてみると、おや、そこには泡立つ溶岩が見えるかと思いきや、ターコイズブルーの美しい湖があるではありませんか。まるでオアシスのようです。ちょっと人泳ぎしましょう。でも河口へ駆け下りて飛び込む前に、ちょっと待った。この湖の水は水ではなく酸なんです。この湖には湖底から火山の硫黄ガスが溶け込み続けているんです。
湖には金属が溶け込んでいて、それがガスと反応してこの酸のブルーの色合いが生まれます。やっぱり最寄りの村へ戻って、涼しい夜になってから戻ってくることにしましょうよ。暗闇で見ると湖は輝いているように見えます。真上には光に満ちた弾ける雲が見えます。これは湖から立ち上る硫黄ガスが空気と混ざることで生まれる発光現象です。でもこれに近づくのは危険ですから、お気をつけて。上空、地下、火山、湖と来ました。お次は海へ行くことにしましょう。ヨットに乗り込んでいざ出発。目的地はどこだって構いやしません。何せ世界中で起こっている現象なんですから。さて、透明に澄み切った穏やかな海、風もありません。何もかもが平穏で、いや待てよ、なんだ、大きな音が聞こえたかと思うと、2秒後にマストよりも高い巨大な波があなたのヨットに叩きつけました。船はなんとか体勢を保ちました。波はというと忽然と姿を消してしまいましたね。これは巨大波と呼ばれる現象。科学的には海面の海流が向かい風にぶつかると発生するという説や、暖かい海流と冷たい海流がぶつかると発生するという説などが唱えられています。他にも波同士が徒党を組んで一つの大きな波を生み出すという説が広く支持を集めています。とにかく特定の条件下で波は巨大な力を発揮するというわけです。一体で発生する波のうちの一つが他の波の運動エネルギーを全て吸い上げることで生まれるという説もあります。この波が強力でかつ一瞬で消えてしまうのはそのためなのかもしれません。さて、雲の話題に戻りましょう。雲の中でも恐ろしいのは雷雲ですね。黒っぽい雲が太陽や月、星を隠してしまいます。庭で休んでいるところに突然そんな雲が現れれば、いきなり雷雨がやってきますし、他にも雹が降ったり洪水になったり竜巻になったりといろいろ。もちろんその見た目でそれが雷雲かは見分けることができますね。雷が雲の中で光るために火花を散らしているように見えるものもあります。しかしまあ、屋内へ逃げる前に雲が生まれるメカニズムを知っておきましょう。小さな水の粒はまず海からスタートします。それはまるで新しいアトラクションに並ぶ客のように、さあ番が回ってきました、体を固定して。でも何も起こりませんね。あ、始まりました。ジェットコースターのように上へ上へ上へ。そこでは他の乗客が待っています。みんな小さいですね。ひたすら上へ登って大きく落ちるのを待ちます。しかし何も起こりません。あまりにも高く登りすぎて雲へと入ってしまいました。でも怖くはありません。他の乗客もいますから。おや、冷え込んできました。見渡すとみんな体が冷えて美しい氷の結晶へと姿を変えていますね。さて、満員状態となった雲は外へと水の粒を吐き出し始めます。いや、でもまだ体はふわふわと。うわ、いきなりフリーフォールが始まりました。どんどん加速して他の乗客たちと共に地上をめがけて落ちていきます。しっかりと捕まるのもいれば、大笑いで手を振っているものもいます。そしてボチャン。あー怖かった。雷の方がまだ楽かもしれません。雷は上へ登って雲の中でバンパーカーがぶつかり合うようなものです。水同士がぶつかり合えば合うほど雷は多く生まれます。しかし全ての雷が雲の中で生まれるとは限りません。珍しい現象の中には火山雷と呼ばれるものがあります。この雷は火山の真上で発生するもので、特に日本でよく見られます。火山が毎日のように火山灰を空中に吐き続けると、上空で黒い雲のような状態になります。その火山灰の雲は雷を伴うのです。通常の雷は氷の粒がぶつかり合うことで発生しますが、火山雷の場合は火山灰の粒子がぶつかることで摩擦から電気が生まれます。さて、今回の旅は美しい現象で終えるとしましょう。雲のようなジェットコースターとはお別れです。チリ北部のアタカマ砂漠、ここは地球で最も乾燥する場所の一つです。しかしこの砂漠には美しい秘密が隠されています。3から5年おきにこの砂漠ではどこからともなく花が現れるのです。これは花咲く砂漠と呼ばれており、地中の種がじっと雨を待ち続け、
その雨が降った時に200種を超える花が一斉に花開く現象です。この現象によってアタカマ砂漠の黄色い砂地は紫や白、緑、ピンクへと彩られるのです。2009年6月、日本のとある地域の住民たちが豪雨の後に家から外に出ると不思議な光景が目の前に広がっていました。彼らが外で目にしたものは、なんとそこら中の地面で飛び跳ねる魚やカエル、オタマジャクシ、田畑や道路、芝生、屋根の上もこれらの生き物でいっぱいになっていたのです。ある男性は所有しているトラックの周辺に13匹の鯉がいたと驚いていました。この奇妙な雨がどこからやってきたのかよくは分かっていません。しかし最もよく言われる説は、水辺の上で起こった竜巻によってこれら水中生物が巻き上げられた可能性があるというもの。吸い上げられた生物たちはそのまま上空にまで飛び、何も知らない人々の頭上から降ったのです。アーチ雲はまるで SF から飛び出してきたかのような形をしています。アーチ雲は暖かく湿潤な空気が雷雨に伴う上昇気流に捕まることで作られます。つまりこの雲は嵐の予兆となります。ふわふわとした息を呑むほど美しい虹色の雲が雷雨の後に現れます。ふわふわの雲は高度が低いということ。通常は上空 1800km 程度の高さに現れます。そこに含まれる水蒸気が凝結して生まれる水滴がプリズムのような働きをします。この効果によって虹色のベールが雲の上に現れるのです。モーニンググローリーはとても珍しい雲で、巨大な環状の雲が上空に長く伸びています。その長さは 1000km にも及ぶ場合があり、比較的低い高度に生まれます。定説ではこの形の雲は雲の間を強い上昇気流が吹き抜けることによって生まれるとされています。この風の作用によってロールケーキのような特徴的な形状が生まれるのです。ロールの反対側では冷たい空気が吹き下ろしています。モーニンググローリーがよく見える場所はオーストラリアのカーペンタリア湾。この雲を目当てにご旅行の際には9月から11月の時期を狙うと良いでしょう。2012年、突如として暗くなった空がやがて黄色く変化するという現象が起こりました。そしてその後地上に降ってきたのは青いゼラチン質の玉。イギリスに住むある男性はこの玉を氷が降った後に見つけています。ガレージに向かっていた男性は降り積もった氷の上に不思議な明るいものを見つけました。研究者がこのゼリー質の雨を分析したところ、玉の表面におむつや鉢植えに使われる物質があることが分かりました。主に吸水剤として使われるものです。となると果たしてこの玉が空から降ってきたものかどうかは分からなくなりました。溶けた氷が結晶との作用でそうなったのかもしれません。白い塊が上空に広がる雲はちぶさ雲と呼ばれています。まるで空が降ってくるようなこの光景。多くの雲は上昇気流によって生み出されますが、この雲は違います。ちぶさ雲は湿潤な冷えた空気が下に向かい、乾燥した空気とぶつかることで生まれます。結果このようなマシュマロのような形が生まれるのです。またこの雲は激しい嵐の前兆なので、すぐに逃げましょう。カラフルな真珠雲は非常に高い高度で発生します。どれほど高いかというと、旅客機の巡航高度の2倍、つまり 20km。 この辺りの大気は非常に乾燥しており、気温も著しく低くなります。真珠雲に含まれる氷の結晶は一般的な雲に含まれるものに比べて極めて小さく、光の拡散の仕方が変わっています。そのため美しい真珠のような輝きが雲に生まれるのです。赤い雨はホラー映画さながらの見た目をしていますが、実際のところは心霊現象でも不思議な現象でもありません。この現象は
古くは古代ローマの時代から知られてきました。時折吹く強風が赤い砂ぼこりを上空へと巻き上げ、それが遠くへ飛ばされていきます。そしてその埃が雲に混ざり込むことによって雨に色がつくのです。ちなみに炭鉱からやってくる埃は雨を黒く、花粉は雨を黄色く色づけます。また別のものであれば雨を白くすることもあるようです。オーストラリアでは雲が空から降ってきます。固有の種はまるで風船のように風に乗り遠くを旅するのです。雲は高い木や茂みの頂上まで登り、そこで数本の糸を作ります。この糸が風を捕まえて雲を運んでいくのです。彼らのこの習性はめったに観察できませんが、ジメジメした天候の下ではこの雲の大量移動が見られます。その光景からは目を離すことはできないでしょう。無数の雲が新天地を求めて旅をしていきます。その様子はまるで雪が降るかのようなのだと言われているんですよ。でも気をつけて、それ全部雲ですからね。空に巨大な円盤を見たことはありますか？でも大抵の場合それはレンズ雲と呼ばれるものです。標高の高い地形に発生しやすく、山や丘で見られます。強い風がそびえる地形にぶつかることで風が波打った形になり、空気が山頂を取り巻くようになります。地形の標高が高ければ高いほど頂上の気温は低くなり、一定の高度を超えたところで水蒸気が凝結し、不思議な形の雲となるのです。レンズ雲は波型やピザ型、パンケーキを重ねたような形など様々です。美味しそう。火山に伴う竜巻は自然現象の中でも最も恐ろしいものの一つでしょう。噴火した火山は赤く焼けた火山弾と火山灰を上空へと舞い上げます。固体の火山弾と灼熱のガスが山の斜面を覆り、その過程で閉じ込められたガスが渦を描きながら上昇します。ガスがあたりの空気に圧縮されることで回転は速くなり、竜巻が生まれるのです。この現象が長続きしないものであるというのは数少ない救いです。2018年3月19日、アラバマ州の住民たちが避難する事件がありました。避難していなければ彼らは空から降る巨大な氷の塊に潰されていたかもしれません。何億ドルという損害額を叩き出した記録的な氷です。氷が残した爪痕は悲惨でした。船や車の窓は叩き割られ、看板は破壊され、屋根には穴が開いていました。片やカルマン市の付近で氷のサンプルを発見して大喜びしていたのは研究者たち。見つかったものはソフトボール大で直径12センチメートルもあったのです。これはアラバマ州における新記録となりました。スノードーナツは強風によって雪玉が生まれるようにして生まれます。はじめは雪の降った一帯でその雪が吹き転がされます。これが雪玉の場合、重さによって動きは止まるのですが、ドーナツの場合は中が空洞なため転がるプロセスがなかなか止まりません。ドーナツ型は玉の中心の層が弱く、そこが風によって吹き抜かれることによって生まれます。こうして重さが軽くなるのです。残念ながらスノードーナツはその辺で見つけられるわけではありません。特殊な条件が重なった時のみに見られる現象なため非常に希少です。月光は虹に比べてずっと珍しい自然現象です。太陽ではなく満月に近づいた月の光によって生まれます。月光は光が弱く白っぽく見える場合がほとんどです。しかしこれは人の目にそう見えているだけ。人の目はその色を細かく識別する能力に乏しいのです。ボールライトニングは空に浮かぶ光の玉です。その色は主にオレンジ色や黄色で、赤の場合もあります。稀にこの玉が空から降りてくることがあり、また別のケースでは地上1メートル程度の高さに突如現れ浮かび続けるといった挙動をとります。熱や音もほとんど発せず、物体にぶつかると跳ね返ります。しかし
テレビなど電気を伴う物体と接触すると静かな破裂音とともに消えてしまい、後に硫黄のような匂いを残します。ボールライトニングは火災や爆発の原因となることも報告されているようです。研究ではボールライトニングが雷雨と関係がある可能性が示唆されていますが、確たる証拠は未だ出ていません。霧虹は内側がほぼ青白く、外側がうっすらと赤い色をしています。水温の低い海の上の暖かい空気が冷たい水にぶつかる一帯で比較的多く発生します。また太陽が明るく照っていると発生しやすく、霧は光を通せるくらい薄くある必要があります。ペレーの毛は細い溶岩の糸です。金色で美しいものですが、拾っては危険です。体に害がありますからね。活火山から吹き出すマグマのしぶきが強風につかまると、このマグマは風によって遠くに運ばれます。その過程でマグマは細いガラスのワイヤー状になるのです。中には2メートルになるものもあるのだと言われています。2018年3月にネバダ州北部上空を見上げた人たちは、世にも奇妙な雲を目撃しました。それは馬蹄型の雲で、平たい雲が暖かい上昇気流の柱にぶつかって発生します。空気は雲を不思議な形に変えるにとどまらず、その動きに回転を加えます。この雲は急がないと見れません。とても消えやすく、通常は数分しか姿を現しません。フロストフラワーは北極の海や湖の薄氷の上に生まれます。非常に壊れやすく、繊細な氷の結晶で気温変化の起こる間に成長します。氷の表面から水分を得て上へと伸び、その過程でバクテリアや塩を中に閉じ込めます。フロストフラワーは南極でも見ることができますが、それがどこで見られるものであれ、あまり多くのことが解明されていません。まあでも綺麗なのは間違いありませんね。連続して雨が降り続いた最長期間って知っていますか？南アメリカのアタカマ砂漠のような乾燥地帯では1時間雨が降れば記録的、その程度の雨量でもその地の最高記録になるでしょう。でもアマゾンの熱帯雨林のような雨量が半端ない地域では40日間連続して雨が降っても大して記録にもなりません。興味深いことに、降雨記録があるのは人々が生活し記録を残している場所のみなんです。多くの町や都市では雨量のデータ収集が全くされていません。さらに熱帯雨林や広大な海洋のような誰も住んでいない場所が地球には多くありますよね。つまり降雨量に関する知識は実は断片的なんです。記録といえば、ハワイは複数の記録保持者、その中でも風が山に向かって吹く島では雨の日が非常に長く続くことがあります。1939年から40年にかけて、ここでは連続で331日間計測可能な降雨があったと記録されています。紅茶を飲みながら窓の外に降る雨を眺めるのが好きな人にとっては理想的な状況じゃないですか。時々は太陽も見たいですけどね。日光浴は体と心の栄養、まずビタミン D が摂取できます。1週間に数回5分から15分程度太陽を浴びるだけでもかなり違いがあるようですよ。太陽みたいな人というように性格を表すことってありますよね。研究者たちは日光が少ない時は落ち込みがちだということを発見しています。晴れた日は私たちをより幸せにしてくれるんですね。それは日光がセロトニンを増やし気分を良くしてくれるから。日光から得たセロトニンは気分だけではなく睡眠も改善してくれます。しかも心臓機能まで。太陽が皮膚に当たると体は一酸化窒素という物質を放出しますが、これが血圧を落ち着かせてくれます。血圧が健康的なら心臓も健康的。それを881日間連続で雨が降り続けた地域の人々に伝えてるのは酷でしょうか。本当なんです。ほぼ3年間連続で雨が降り続いた記録があるんです。ハワイのホノムマキで1913年から1916年にかけて記録されました。この熱帯雨林地域では永遠のように雨が降り続いたんです。雲はどのようにして雨を作るのでしょうか。湿った空気が空高くに上がって冷えると雨が発生します。空気が冷えると細かい水蒸気の分子が集まり、とても小さな雫となってふわふわの雲の集合体が形成されます。雲の中で動きは活発化、
空気が動くと雫同士がくっついて大きくなります。そして雲の高く寒い場所ではこれらが氷の結晶に変化。小さな氷が十分な重さになって地面へ落ちるとき、途中で雨になるのです。雨には何種類もあり、雨粒は様々なタイプの嵐から生じます。雷雨は現れた途端一瞬で大量の雨を降らせ、その後すぐに去りますね。一方、冬の嵐などもっと落ち着いた嵐もあります。数日間続いてしとしと雨を降らせたり、寒ければ雪を降らせます。通常天候は気分のように変わります。そうやって自然はバランスを取るのです。嵐の後には太陽が出て空気が乾き、晴れ渡った空を楽しむことができます。山が近くにある海岸地帯も興味深いですよ。湿った海の空気が山に当たると、それは山を越えるために上昇せざるを得ず、時には数週間にわたる降雨を引き起こします。地球では連続して200万年間雨が降り続いた時代があり、これで地球の運命が完全に変わったと言ったらどう思いますか？ペルム紀の終わり、約2億3400万年前に三畳紀が始まりました。この雨の時代はカーニアン湿潤化イベントと呼ばれています。最近の研究や証拠によれば、それ自体が地球を再形成したわけではなく、石炭の燃焼によって引き起こされたとされています。また雨がずっと続いて降っていたわけではありません。都市伝説が破られましたね。次に柱状節理というものがあります。これは溶岩流、シル、大工、その他の岩石類で形成される溝模様を指す専門用語。溶岩でできたこの地形には様々な形状とサイズがあります。ほとんどが直線的で平行に走っています。曲線や幅の異なるものもあり、高さは最大で30メートルに達することもあります。柱状節理は圧力と冷却過程によって形成されます。溶岩は冷えると収縮し亀裂が入ります。亀裂ができると溶岩はそこを動きます。この亀裂が溶岩流の表面まで拡大。水が冷却中の溶岩に入ると表面から急速に冷却を始め、模様ができます。柱状節理を見たければカリフォルニアのデビルズポストパイルがおすすめ。そこ以外でも世界中で見られますよ。魔法のようなものを見たければ空を見上げましょう。炎の虹、ファイアーレインボー、または冠水平アークとも呼ばれ、雲の上で踊る炎のように見えます。この魅惑的な虹を見るための条件は、特殊な巻雲と太陽が少なくとも58度以上の高さにあること。太陽光と雲のレアなコラボなんですね。さらに詳しく見てみましょう。例えばロンドンは北緯51度ほどです。だから残念ながらロンドンでは炎の虹は見られません。次は深海へと移って海底のミステリーサークルを見ませんか？これは1995年に南日本の海岸近くで見つかった巨大な円形模様。これには地元の人々も困惑。これはミステリーサークルと名付けられ、海が砂で芸術を作り上げたかのようでした。その謎は2011年に解明されます。思いがけない芸術家は体長13センチ程度の小さなフグだったのです。研究者たちはオスが7日から9日間を費やしてこの模様を描き、泳ぎ回りながら自らのヒレで砂地を削っていることを発見したのです。フグは頂点を貝やサンゴのかけらで飾り、砂のキャンバスを傑作に変えました。芸術を作り上げたかったのでしょうか？いえ、この円の目的は他にあります。円の砂の中心が巣となるのです。オスが泳ぐ動きは海底をかき混ぜ、砂の粒を望まれる場所に運びます。メスのフグが泳いでくると、オスはぐるぐると踊って砂を巻き上げます。それをメスがすごいと思って彼に決めたら、メスはその砂でできた円の中心に卵を産むというわけ。ハッピーエンドでしたね。次は霜の花、フロストフラワーを見てみませんか？植物の茎から繊細な花びらみたいな薄い氷が現れるのを見たことがあるかもしれません。この氷の厚さはクレジットカードほどで、外気温が冷たい時に作られます。土壌や植物の茎が湿っており、凍っていないのが条件。どの植物でもこのような霜の花ができるわけではなく、適切な条件が揃わなければいけません。その過程を説明しましょう。植物の茎の内部にある水が地面から引き上げられます。それが凍結すると膨張し、茎を縦に割ります。それが冷たい空気に触れると氷に変化。裂け目からさらに水が引き上げられると、超薄い氷の層を押し出し続けます。裂け目の長さによって霜の花は細いリボンのように見えたり、
幅の広いリボンのようにも見えたりします。この花びらがどのように巻きつけられるかは偶然の産物、あるいは割れ目の側面の摩擦の違いによるのかもしれません。フロストフラワーはユニークで繊細、長くは持ちません。すぐに溶けて消えてしまいます。これを見たければあまり草刈りが頻繁にされない場所で背の高い草を探してください。紫のアイアンウィード、ブラックベリーなどで見つけやすいです。インドネシアスマトラ島沖地震。朝突然海底地震が発生し、その揺れによって津波が発生。最大のものはパリの凱旋門の高さに達した。島原大変肥後迷惑。火山の大噴火により4000年前の溶岩ドームから地滑りが発生。地滑りは島原市を通過し海に達し、大津波を引き起こした。イタリアバイオントダム大津波。地滑りが90億立方メートルの森林、土、岩を湖に引きずり込む。暗い水の壁がバイオントダムの底にある小さな村の上空を覆う。そして耳をつんざくような轟音とともに波はダムの端を越え、その行く手にあるものを全て奪い去った。アメリカセントヘレンズ山噴火。セントヘレンズ山の上部457メートルが崩壊し、大規模な地滑りを引き起こした。この雪崩の一部がスピリット湖に落下。これにより湖水はエッフェル塔とほぼ同じ高さの一連の波に押し流された。アラスカリツヤ湾大津波。地震による地滑りが大津波を起こし、岬を越えて押し寄せ、樹木、植物、土壌を岩盤まで洗い流した。ハワイモロカイ島。東モロカイ火山の3分の1が陥没し太平洋に崩壊。これにより世界で2番目に高いビルである上海タワーと同じ大きさの津波が発生。波はメキシコとカリフォルニアまで到達。ユカタン小惑星津波。恐竜を絶滅させたと噂される小惑星がユカタン半島に衝突し、地球史上最大のメガ津波が発生。最初の波の大きさは世界一高いビル、ブルジュハリファの約2倍。ハリケーンミッチ。ミッチはカリブ海西部に発生。やがて勢力を強め、史上8番目に強力な大西洋のハリケーンとなる。嵐はホンジュラスに2日間、1時間に4インチの雨を降らせる。土砂崩れや洪水を引き起こした。ハリケーンアレン。珍しく非常に強力なこの暴風雨は最高風速であるカテゴリー5に達した数少ない暴風雨の一つである。20億ドル以上の被害をもたらした。大ハリケーン。バルバドスを引き裂いた嵐はさらに進み、マルティニークとセントルシアに生えていた木の皮を剥ぎ取りさらに移動する。この恐ろしい自然災害は6日間続いた。ハリケーンドリアン。バハマ諸島を襲った最も強力な熱帯低気圧。ハリケーンは島々の建造物のほとんどを平らにし海に押し流す。ハリケーンウィルマ。ジャマイカ近海のカリブ海で発生し西へ向かう。2日後十分な勢力を得て大西洋で記録された中で最も強烈なハリケーンとなる。ハリケーンパトリシア。通常の暴風雨ははっきりとした目を発達させ、わずか24時間でカテゴリー5のハリケーンに変わる。一時は最高速度で走るフェラーリよりも速く移動する。これによりパトリシアはこれまで記録された中で世界で最も強烈な熱帯低気圧となった。カムチャッカ地震。カムチャッカ海岸から128キロ離れた早朝に発生。地鳴りは津波を発生させる。最初の2つの波は壊滅的で最大18メートルの高さ。3つ目ははるかに弱い。チリバルパライソ地震。午前5時ごろ2つのプレートの境界で発生。地震によって引き起こされた津波はチリの海岸線998キロを消し去った。東北地方太平洋沖地震。海底の深さで最初の地鳴りが始まる。地震は非常に強く日本の本島を動かす。地球の自転軸を最大25センチずらし自転速度を上げる。この災害はまた高さ40メートルの津波を引き起こし、その波は内陸10キロまで到達した。スマトラ島インド洋地震。2つの地殻プレートに沿って海底地震が発生。インドネシアのスマトラ島北部付近で午前8時頃に始まる。地球を1センチ振動させアラスカまで世界中で地震を引き起こした。アラスカ西金曜日地震。北米で記録された最も強い地震が4分38秒間続いた。長さ966キロの亀裂がひどい地滑りと8メートルの津波を引き起こす。322キロ離れた地域は9メートル上昇、他の地域は永久に2メートル下がる。バルディビア、チリ。チリ大地震は午後に始まり10分以上続く。カリフォルニア州の面積に匹敵。
津波はハワイ、日本、フィリピン、オーストラリア、ニュージーランドに到達。平均的な竜巻の持続時間は通常10分未満だが例外もある。エルリの竜巻、ピーク時には4キロに達した。ペリービル竜巻、アメリカ、午前2時頃に発生し、広葉樹が折れ、石造りの建物が壊れるところから始まる。その後つむじ風が強くなる。2階建ての建物を水平にし、車をおもちゃのようにひっくり返し投げ飛ばす。ブリッジクリーク、ムーア竜巻、ツイスターがブリッジクリークの町に入った時、その幅はピークに達し 1.6 から 2.5 キロに達した。竜巻の風速は時速483キロ以上に達し、この自然災害は10億ドルの被害をもたらした。カナダ・マニトバ州、結出した竜巻が3時間近く猛威を振るった。大量の木や電柱が折れ、道路や農家が被害を受けるが、奇跡的に進路上の全ての町を通過した。アメリカ・トライステートトルネード、世界で最も長く続いた単一の竜巻がミズーリ州、イリノイ州、インディアナ州を354キロにわたって通過した。平均的な竜巻の進路は通常8キロ以下である。アメリカ・テューペロ・ゲインズビル、少なくとも12個の単発の竜巻が発生し、行く手を阻む全てのものを一掃した。旋風は激しい鉄砲水も引き起こし、事態をさらに悪化させた。イタリア・バイオント地滑り、午前10時、モンテトック山頂からギザの大ピラミッド100個分の地滑りが発生。この地滑りはバイオントダム貯水池に落下し、ゴールデンゲートブリッジよりも高い津波を発生させた。中国雲南省、シドニー港を埋め尽くすほどの岩、石、泥の雪崩が金沙港にダムを形成した。日本、日田川バス転落事故、暴風雨が引き金となり、オリンピック用プール30万個分の瓦礫が流れ落ち、途中地滑りは2台のバスを道路から押し流した。ペルー、岩崩れがペルーの中央を流れる長い川リオマンタロをせき止めた。地滑りは時速140キロで移動し、その全過程は3分もかからなかった。また長さ8キロにも及ぶ瓦礫の跡が残った。タジキスタン、ウソイダム、マグニチュード 7.4 の地震によって引き起こされた岩崩れはムルガブ川に落下し、川の流れをせき止めた。こうして世界有数の高さを誇るウソイダムが完成した。ウクライナの首都キエフ、行ってみたい場所の一つですよね。そんな場所でカメラを手に、大聖堂や航空博物館、ドニエプル川の写真を撮っていると、背後で突然爆音が鳴り響いたではありませんか。振り返ると向こうに何かがそびえ立っています。それはまるで巨大な爆発。今すぐここから逃げなくては。2020年6月のこと、キエフ市は世にも珍しいカナトコ雲を目撃したのです。強い気流が水蒸気を上空へ巻き上げて広がり、成層圏へぶつかります。すると濃い雲の塊の上部が押し広げられ、ちょうどカナトコのような形になるのです。雲はキノコのような形をとる場合もあります。またカナトコ雲は世界で最も危ない雷が落ちることでも知られています。それは晴天の霹靂とも言われるもので、嵐から何キロも離れているはずの青空から突然雷が降り注ぐのです。この雷はカナトコ雲の上部から発せられ、通常の雷の10倍の威力を持っていると考えられています。100キロメートルほど先にそびえるこの雲を見たキエフの人々は、それを不吉の兆しと考え、恐怖に駆られました。専門家の分析を待たずして、この雲の写真は SNS で拡散されたのです。やがて政府によって、これがただの自然現象であるという説明がなされ、パニックは収まることとなりました。カナトコ雲はどれほど風が強くとも、消えるまで同じ場所にとどまることでも知られています。ところ変わってオーストラリア、クイーンズランドの北端、内陸はいろんな動物が歩いていますから、ビーチへ避難して一休みするとしましょう。とくつろぐあなたの真上を大きな影が通り過ぎていきます。そしてまた一つ、また一つ見上げると、幻想的な光景が上空に広がっているではありませんか。その雲の名前はモーニンググローリー、長いロールケーキのような雲が空に並びます。
一つの雲の全長は1000キロメートル。激しい上昇気流が雲の間を吹き上げて雲をロールすることで生まれます。インド南部、2001年7月から9月の間に観測史上最も不思議な気象現象の一つが観察されています。赤い雨が降ったのです。いつも通りの雨だと思った人々は衝撃を受けました。赤い雨は服を染めるほど強い色を持っていたのです。また緑や黄色、ブラウン、ブラックといった色の雨まで降ったのだと言われています。モンスーンの最中にこの赤い雨は降り出し、数週間続きました。科学者はこの雨の赤は土ぼこりか藻類に由来していると考えています。口に入れない方が無難でしょう。しかしそれでも藻類がどうしてそのような上空に至ることができたのか、未だ謎は残されたままです。なんとも不気味な話でしたね。お次はバブルバスを作ろうとしていつまでも水がたまらなくて困っているあなたに、大きな嵐のあった海岸へ行ってみましょう。日本では波の花と呼ばれる自然現象、これは世界各地で見ることができます。岩がちな海岸沿いで発生することが多く、サンフランシスコ、北部アイルランド、オーストラリアのムールーラバなどが有名です。それぞれの海岸には泡を生み出す違った環境が整っています。そのあたりの海水をコップですくってよく見ると、水に様々なものが含まれていることがわかります。植物や化学物質、塩やミネラルの絶妙な配分が泡立つ水を作り出すのです。ここに強い海流と風が合わさることで、きめ細やかな泡が生み出されます。ミシガン州のリンゴ園が寒波にさらされると、魔法のような現象が起こります。それがゴーストアップル。リンゴの幽霊というわけではありませんが、ある冬にそれに出会うことがあったら感動をかみしめましょう。よほどの条件が揃わなくてはゴーストアップルは生まれません。まず必要なのは凍てつく寒さ。この現象は雨に濡れたリンゴが凍りつくことできっかけが生まれます。やがてその中でリンゴだけが腐り、ドロドロになって流れ落ちると、氷の殻が後に残されるのです。ベネズエラのカタトゥンボ川は世界で最も電気の走る場所です。雷雨が起こる日は年間を通して300日を数えます。安定して雷雨が続くため、その到来は3ヶ月前から予想されます。10月の雨季には毎分30回の雷が落ちる様を経験することができるでしょう。文字通りショッキングな体験となることは間違いありません。雷1本には電球を6ヶ月つけるほどの電力が秘められています。この雷の電力があれば、ベネズエラを永遠に明るく照らすことができるかもしれません。日が落ちると周りにある3つの山から強風が吹き下ろし、水の上に雷雨が生まれます。湿潤な空気が冷たい空気の氷の粒とぶつかり合って起こる静電気が毎晩雷となって落ちるのです。雷を見足りない皆さんには、空に向かって落ちる雷をご紹介しましょう。この現象の写真はなかなか撮ることができません。ジェリーフィッシュライトニングスプライトは、地球の大気上空で発生する放電現象です。強力な雷雲とセットで現れることが多く、しかし雨とは関係がありません。この現象は上空50から80キロメートルの中間圏で発生します。夜間の街の照明によって見つけることは困難になりましたが、見つけた時は遠く離れているため小さく見えることでしょう。しかしその実際の大きさは幅50キロメートルほど。赤いスプライトは雷雲の上空で起こる低温のプラズマの放電で、地上に向かって落ちる雷と対になる存在です。お次はドーナッツ。食べられないのでちょっとがっかり。スノードーナッツは気象が引き起こす現象の中でも珍しいものです。雪山では頻繁に見られる現象。
例えばロッキー山脈などで風や気温、雪、氷、湿度の条件が絶妙に揃った時にこのリングが生まれます。まず濡れた雪の層がうっすらと地面を覆っている必要があります。その下には氷か粉雪がなくてはならず、そこに強い風が吹くことでドーナツが斜面を玉のように転がっていきます。出来上がるドーナツのサイズは野球ボール大から車のタイヤ台まで、大きさは風の強さに左右されます。新しく生まれたスノードーナツはそう長くは形を保ちません。カメラで撮るときは急いで。太陽が地平線の向こうに落ちていくマジックアワー。しかしそれ以上に神秘的なのが3つの夕日です。地球に太陽って3つもあったんでしたっけ？これは幻術と呼ばれる現象で、英語ではサンドッグと呼ばれています。一体どうして犬なんでしょうね。現実はちょうど太陽と同じ高さで地平線の上に浮かんで見えます。氷の粒が光を反射しやすい地域において太陽を取り囲む輪っかとして観察されることが多いようです。また月明かりが氷の粒の影響で同じように見える現象も存在していますが、太陽に比べるとずっと珍しい現象になるのだといいます。野外で写真を撮っているとき、最高のシャッタースポットを見つけましたよ。だって見てください。透き通った水に針葉樹林、山、それから空飛ぶ円盤が映っていますから。え、空飛ぶ円盤？うわ、宇宙人だ！ってパニックになってはいけません。これは円盤状の雲、レンズ雲と呼ばれるものです。これはすごいですね。山頂などで見られる珍しい雲の一つで、湿気を含んだ空気が山の上を吹くことで生まれます。これらの層は湿度の違う空気が完璧な層をなすことで生まれます。層の間を風が通り抜けるにつれ水分が蒸発し、雲はやがて楕円形へと変化していきます。宇宙人じゃなかったんですね。空が落ちてくる、空が落ちてくるって。見るとゾッとするこの雲はちぶさ雲。まるで白いポコポコしたマシュマロのような形をしています。しかし焚き火で炙ることはできません。何百キロメートルにもわたってあらゆる方角に連なるこの雲は、カナトコ雲やその他の雷雲の下に短い時間生まれます。嵐の乱気流の影響下であれば世界中どこにでも現れます。この雲は氷や水を含んだ冷たい湿った空気が乾燥した空気へ向かって沈み込むことで生まれます。彼の名前はジョン。ジョンはあらゆる種類の悪天候や災害を引き寄せるんです。こんな風に、ある日ジョンは飼っている犬に落ち着きがないのに気づきました。玄関のドアを引っかいて家の中をうろうろ歩き回っていたのです。隅に隠れて遠吠えもしました。ですが食器棚のマグカップがカチカチと音を立て始めると、ジョンはその行動を理解し始めました。これは全身による音、実際に起こる地震の前に起こる小さな地震のこと。地震は多くの場合群れのように起こります。弱い地震が数回起きると大きな地震が発生する可能性が多いのです。災害が襲ってくる少し前に奇妙な青い光を見かけることも、地面から出てくるように見えたり空中に浮かんでいるように見えたりします。これは地震光と呼ばれ、地面が揺れる数日前またはほんの数秒前に現れることもあります。今ジョンは海岸線に沿って歩いています。すると突然ものすごい速さで浜辺から水が引いていきました。危ない、ジョン、すぐに走って丘の上に逃げてください。津波が来ますよ。ここで素早く反応するかしないかが運命の分かれ道。ジョンは奇妙な海面上昇にも気づきました。これも津波が近づいているサイン。津波の前に 40% の確率で起こります。押し寄せる水は津波の第一波です。2つ目の津波はその後10分ほどでやってきます。また海水が泡立ちながら渦巻き、奇妙な模様を描いていることに気づくこともあります。これも津波が近づいている証拠。ジョンは太陽がおかしいと感じました。
とても濃い色のサングラスを通してみると、太陽の輪郭の周りにデコボコした炎が見えるのです。世界中でこの変わった光線がオーロラとともに現れているなら、それは太陽嵐の兆候です。太陽嵐は通常、太陽の磁場が乱されることによって発生します。この場合、太陽表面のガスと放射線の爆発は非常に大規模かつ強力になり、私たちの惑星にさえ到達することがあります。幸いなことに、太陽嵐は人間にとってそれほど危険なものではありません。ですが、電気に影響を及ぼし、停電を引き起こすこともあります。ジョンの頭上の空は暗くなり、不吉な緑色に変わっていきます。ジョンの額に何かが当たりました。痛いと思いながら拾い上げると、それは雹でした。でも、外はそんなに寒くないし、雨も降っていません。やがて音が聞こえてきます。それがどんどん近づいてきて、大きな轟音に変わるのです。まるで貨物列車が近づいてくるような音。しかし、列車ではないようです。竜巻です。塵の雲に隠れて竜巻は見えません。でも、この柱のように回転する空気は他の何物でもありません。ジョン、道路にいるのならすぐに車から離れてください。急いで溝を見つけて、そこに横になって頭を覆い隠して。建物の中にいるなら窓から離れて、可能なら地下に避難してください。そして円錐形の雲が見えたら気をつけるようにしてくださいね。激しい嵐の印ですので、その雲がぐるぐる回り出したらすぐに避難場所を見つけてください。目の前で雲が竜巻に変わっています。でも幸い、ジョンが心配しなければならないのは暖かい円錐形の雲だけ。冷たい場合は全く危険はありません。唯一問題なのは、目の前の雲の温度をどうやって知るかということ。なかなかの難問ですね。あ、ジョンがおかしな形の木を見つけました。アルファベットの J の形で斜面に生えています。これはジョンの立っている地面が不安定であることを示しています。ここを歩き回っていたら地滑りして大変なことになるかもしれません。矩形波は異なる2つの波がぶつかり合うことで発生します。この現象、なんだかすごそうですね。でもジョン、ダメですよ。海に入らないように、岸から見るだけにしてくださいね。この場所は横流れで、泳ぎが上手い人でも簡単に水面下に引きずり込まれてしまうのですから。ジョンは岸辺を歩き続けることにしました。すると波が荒く、海のゴミや海藻が波に乗って動いているのが見えます。ジョンは今回は水に浸からないようにしたようです。強い引き波の前兆であることを彼は知っているのです。泳いでいると岸から遠くまで流されてしまいますからね。公園を散歩しましょうか。いいアイデアですね。太陽が輝き、空は青く澄んでいて気持ちがいい日です。すると突然、垂直の雲がどんどん大きくなっているのが見えました。最初は真っ白でしたが、こちらへ近づきながら急速に密度が濃くなり、色も黒くなってきました。空は暗くなり、風が出てきます。そしてジョンは体中の毛が逆立つのを感じました。雷に打たれそうだと体が示しているのです。その瞬間、静電荷が体から駆け上がっていきました。そして嵐の不電荷の部分に届きます。早く動かないと2つの電荷が出会ってしまいますよ。隠れる場所はありません。ですので、とりあえず身をかがめて、周囲にあるものよりも体を小さくしてください。あ、ジョン、地面に横になってはダメです。地面が湿っていたら電気を通すことになってしまいますからね。雷雨の際、危険を知らせるサインは他にもあります。手に汗をかいたり、周りにある金属のものからパチパチ、ブンブンという奇妙な音がしたり、肌がチクチクします。そして口の中で金属のような変な味がしています。塩素の匂いもします。これはオゾンの匂い。電荷が大気の大部分である窒素と酸素の分子を別の原子に切り離します。そしてこれらの原子が再び合わさると、一部は酸素原子が3つある分子となるのです。これがオゾン。雷雨の際、下降気流がこのガスを上空の高い場所から地上へ運ぶため、匂いを感じることができるんです。嵐がやってくるのを感じる虫が存在するんです。そして固まることによって自然災害に備えるんです。なので、ジョンは周りの虫に活気がなくなると自分も準備を始めます。ああ、
それに蜂は激しい嵐を予測することができるんですよ。雨が降り始める前の日はいつもよりずっとよく働くんです。激しい雨が降る中、ジョンが川岸を歩いていると轟音が聞こえてきました。鉄砲水かもしれないと考えたジョンは恐怖に襲われます。やはり少しすると破片が流れてくるのが見えました。川の水は泥が増え、急速に濃い色になっていきます。鉄砲水はとても危険。ジョン、しっかり身を守って。別の日、ジョンはすごい壁雲を目撃することに。何キロも伸びているようです。激しい嵐が近づいているのでしょう。ですが壁雲がぐるぐる回り出したら竜巻が起こる印です。気をつけて。山の中の雪原を歩いているジョンは足元の氷が立てる音に耳を傾けます。中が空洞のような音。ジョン、すぐに足元の近くにひび割れがないか確かめてください。もしあったら雪崩が起きるかもしれませんよ。すると間もなく雪崩が近づいてきました。ジョンは力の限り斜面を降りようとします。ほとんどの場合は丘を下って横に曲がれば逃げ切ることができるでしょう。でも今回はダメです。ジョンはもう手遅れであることに気づき、一番近くの木に向かって走ります。木にしっかりと強く捕まっていれば雪崩に流されずに済むかもしれません。それでもダメなら雪崩がまだ動いているうちに雪面まで泳ぐようにしましょう。気持ちのいい夏の夕方、ジョンは柔らかい茎についている葉っぱが突然垂れ下がったことに気づきました。ああ、嵐が近づいているのかもしれません。異常気象が起こる直前に空気の湿度が増すことが多いのです。葉っぱが湿って重くなり、風で簡単にひっくり返ります。ジョンは古い家に住んでいるので部屋の壁のひび割れには慣れています。ですがある日、ひびの幅が広がっていることに気づきました。あれ、新しいひびもできているようです。これは危険のサイン。ジョンの住んでいる地域は石灰岩が多いので、新しいひびができるのは家のすぐ横に陥没穴ができることを意味します。家路を急ぐジョン。棚雲に目を奪われている暇はありません。でもこれは SF 映画で見るような雲。棚雲は暖かく湿った空気が激しい雷雨の上昇気流に取り込まれることによって形成されます。この不吉な雲は大抵の場合嵐の予兆なのです。皆さんは水平湖という現象を知っていますか？知らない？え？私は知ってるのかって？私も知りません。では環水平アークはどうですか？やっぱり知りませんよね。でもこの2つは同じ現象なんです。一見絵画や空に浮かぶ虹色の水しぶきのようにも見えますが、火とも雨とも関係なし。この稀な現象は太陽が特定の氷雲の間を通して輝く際に発生します。虹色の傘も同じくユニークな現象。この場合も雲の中の特殊な氷の結晶によって地球の表面で太陽の光が輪の形に曲がることによって発生します。月の光でもこれと同じことが起こりますが、唯一の違いは月の傘は通常白く、太陽の傘は虹色になる可能性があるということ。標高の高い地域に行くとペニテンテと呼ばれる自然によって形成された氷の刃物のような物体を見ることができるかもしれません。これが形成される条件は空気が乾燥していて非常に寒く、標高が高いということ。日光によって氷が溶け水にならずに直接蒸気に変化するのです。そのため雪と氷の刃が地表に現れます。一見綺麗に見えますが 4.5 メートルの高さになることも。溶岩の小さなしぶきが風に当たるとペレーの毛という現象が発生します。ペレーという言葉は火山を意味する古代ハワイのシンボルに由来するもの。溶岩の小さなしぶきに風が当たるたびにガラスでワイヤーを作っているかのように髪の毛のような細さになるまで引き伸ばされます。これらの繊細なストランドは長さが2メートルに達することも。天気雨は稀ですが実際に発生すると言われています。でもそれは本当なのでしょうか？この稀な現象がどのように発生するのか科学的に見ていきましょう。雨が太陽からまっすぐに降り注いでいるように見えるためサンシャワーと呼ばれることもあります。ですが太陽から直接雨が降っているというわけではありません。
雨雲が少し離れた場所にあるため、太陽光線の角度により雲が見えないことがあります。そして風によって雨が自分のいる位置に吹き飛ばされると天気雨だということになるのです。ボリビアにはウユニ塩原と呼ばれる世界最大の塩原があります。さらにこの場所ではバッテリーの重要な原料であるリチウムの世界の 50% が採鉱されているんです。でもここでさらに特別なのは、雨季が来るたびにこの平地が鏡のように見える湖に変化するということ。血の滝と聞くと何を思い浮かべますか？ホラー映画？ここで言っているのは南極大陸で乾燥した地域にある滝のこと。これらの滝は特殊なバクテリアが繁栄している地底湖から吹き出ています。この小さな生物は糖の代わりにアリウエンをエネルギーにしているので、科学者にとっても非常に興味深い現象を発生させているのです。この湖の水は鉄分がかなり多く、空気に触れると錆び始めます。そのため滝が真っ赤になるので、このような名前が付けられたのです。デザートローズという歌を知っている人も多いと思いますが、これは作り話ではありません。実際に砂漠のバラと呼ばれるものが実在するんです。でもそれは植物ではなく、ユニークな形をしたミネラル石膏のこと。この現象は時々浸水する乾燥した砂地で発生します。湿った環境と乾燥した環境の絶え間ない切り替わりにより、砂粒の間に石膏の結晶が現れ、それが固まることによってバラのような形になるのです。皆さんはリシャット構造とも呼ばれるサハラの目をご存知ですか？科学者たちはこの場所が形成されたプロセスを未だに研究中。簡単に言えば、約1億年前に自然に形成された上空からでないと見えないドームのこと。そう、かなり昔のことです。直径は約 40km、 多数の輪によって構成されています。中心部の最大の部分は直径約 30km。 初期にこの構造に気づいた人々の中には宇宙飛行士も含まれているため、それ以来ずっと研究され続けてきました。実際のところ、現在でもサハラの目はもうすぐフロリダ州に着陸するという目印になっているのです。フィリピンとインドネシアには世界中でも有数の美しくカラフルな木がありますよね。レインボーユーカリの木は樹齢を重ねるごとに色が変わりながら剥がれ落ちることにより、この名が付けられました。明るい緑色の樹皮は通常葉に含まれているクロロフィルと呼ばれる物質を含んでいるため、最も若い部分なんです。そして紫色に変わった後、赤に変色します。成長するにつれてクロロフィルが失われるため茶色に変わるのです。ちょっと戸惑うかもしれませんが、これは森ではなく一本の木。いえ、目の錯覚でもありません。これはアメリカ山ならしと呼ばれる木で、この周辺の地中には地上にある約4万7000本の木をつなぐ複雑な根のネットワークがあります。さらにこれらの木の一部は世界でもかなり古く、巨大な生物の一つだとされています。次の場所は興味深いものの、旅行者にとってはあまり良い目的地だとは言えないかもしれませんね。NASA が発表した最近のデータによると、世界で最も雷に打たれた地域はベネズエラのマラカイボ湖。この場所では年間300日も雷雨が発生するのです。この地域が非常にユニークで、嵐が頻繁に発生する理由は、山の涼しい空気が暖かく湿った風にぶつかり、湖の上で電化するため。永遠の炎の滝はニューヨーク州北部のカナダとの国境付近にあります。この地域にある小さな秘密の滝では、高さ約20センチの火が見られ、滝の後方には炎の燃料となる天然ガスが浸透しています。そして滝によって保護されているため、炎は常に点灯したままなんです。ハイカーたちは火が消えるたびに点火して楽しんでいるようです。この現象はそれほど珍しくはありませんが、他の場所より新しいため人気があるんです。自撮りをするのにもぴったりだからでしょう。黄色の砂、白い砂、黒い砂の話は聞いたことがあるかもしれませんが、緑のビーチのことも知っていますか？ハワイのパパコレアグリーンサンドビーチは世界でも数少ない緑の砂が特徴的。
その独特の色は近くの火山が噴火した時に形成された観覧石によるものなんです。でもハワイの場合は周りに火山がたくさんありますよね。世界中の他の地域のビーチでは夜に緑の砂浜の上を歩いていると光が見えることがあります。それは天然の植物プランクトンによるもの。これらの生物は微細藻類と呼ばれることもあります。基本的にはクロロフィルを含む小さな植物で生きるために日光を必要としているのです。大半の植物プランクトンは海に浮くことができ、水中で太陽の光を得ることができます。そのため、植物プランクトンが波や海流によって動くことにより光を放つので、夜間は光っているように見えるのです。この特別な微生物は、モルディブ、プエルトリコ、フロリダ州のエバーグレーズなど、世界中の多くのビーチで発見されています。ワイオミング州のアフトンの郊外にある山のふもとには間欠泉と呼ばれる小さな川があります。このような川は全世界に3つしか存在しません。この小さな水の流れが神秘的なのは数分ごとに水が流れ止まるというところ。科学者たちにもその理由が完全に分かっていないのです。基本的には川が流れたり止まったりする原因になっているのは地中深くで発生しているサイフォン効果であると推測されています。興味があるなら必ず間欠泉が最も活発になる夏の終わりに訪れてくださいね。英語では湖はスプリング、でも季節はスプリングではなくて夏に行くということを覚えておきましょう。彼の名前はジョン。ジョンはあらゆる種類の悪天候や災害を引き寄せるんです。こんな風にある日、ジョンは飼っている犬に落ち着きがないのに気づきました。玄関のドアを引っかいて家の中をうろうろ歩き回っていたのです。隅に隠れて遠吠えもしました。ですが食器棚のマグカップがカチカチと音を立て始めると、ジョンはその行動を理解し始めました。これは全身による音。実際に起こる地震の前に起こる小さな地震のこと。地震は多くの場合群れのように起こります。弱い地震が数回起きると大きな地震が発生する可能性が多いのです。災害が襲ってくる少し前に奇妙な青い光を見かけることも。地面から出てくるように見えたり空中に浮かんでいるように見えたりします。これは地震光と呼ばれ、地面が揺れる数日前またはほんの数秒前に現れることもあります。今ジョンは海岸線に沿って歩いています。すると突然ものすごい速さで浜辺から水が引いていきました。危ない、ジョン、すぐに走って丘の上に逃げてください。津波が来ますよ。ここで素早く反応するかしないかが運命の分かれ道。ジョンは奇妙な海面上昇にも気づきました。これも津波が近づいているサイン。津波の前に 40% の確率で起こります。押し寄せる水は津波の第一波です。2つ目の津波はその後10分ほどでやってきます。また海水が泡立ちながら渦巻き、奇妙な模様を描いていることに気づくこともあります。これも津波が近づいている証拠。ジョンは太陽がおかしいと感じました。とても濃い色のサングラスを通してみると太陽の輪郭の周りにデコボコした炎が見えるのです。世界中でこの変わった光線がオーロラとともに現れているなら、それは太陽嵐の兆候です。太陽嵐は通常太陽の磁場が乱されることによって発生します。この場合太陽表面のガスと放射線の爆発は非常に大規模かつ強力になり、私たちの惑星にさえ到達することがあります。幸いなことに太陽嵐は人間にとってそれほど危険なものではありません。ですが電気に影響を及ぼし停電を引き起こすこともあります。ジョンの頭上の空は暗くなり不吉な緑色に変わっていきます。ジョンの額に何かが当たりました。痛いと思いながら拾い上げるとそれは氷でした。でも外はそんなに寒くないし雨も降っていません。やがて音が聞こえてきます。それがどんどん近づいてきて大きな轟音に変わるのです。まるで貨物列車が近づいてくるような音。しかし列車ではないようです。竜巻です。塵の雲に隠れて竜巻は見えません。でもこの柱のように回転する空気は他の何物でもありません。ジョン、道路にいるのならすぐに車から離れてください。
急いで溝を見つけて、そこに横になって頭を覆い隠して、建物の中にいるなら窓から離れて、可能なら地下に避難してください。そして円錐形の雲が見えたら気をつけるようにしてくださいね。激しい嵐の印ですので、その雲がぐるぐる回り出したらすぐに避難場所を見つけてください。目の前で雲が竜巻に変わっています。でも幸いジョンが心配しなければならないのは暖かい円錐形の雲だけ。冷たい場合は全く危険はありません。唯一問題なのは目の前の雲の温度をどうやって知るかということ。なかなかの難問ですね。あ、ジョンがおかしな形の木を見つけました。アルファベットの J の形で斜面に生えています。これはジョンの立っている地面が不安定であることを示しています。ここを歩き回っていたら地滑りして大変なことになるかもしれません。矩形波は異なる2つの波がぶつかり合うことで発生します。この現象なんだかすごそうですね。でもジョン、ダメですよ。海に入らないように岸から見るだけにしてくださいね。この場所は横流れで、泳ぎが上手い人でも簡単に水面下に引きずり込まれてしまうのですから、ジョンは岸辺を歩き続けることにしました。すると波が荒く、海のゴミや海藻が波に乗って動いているのが見えます。ジョンは今回は水に浸からないようにしたようです。強い引き波の前兆であることを彼は知っているのです。泳いでいると岸から遠くまで流されてしまいますからね。公園を散歩しましょうか。いいアイデアですね。太陽が輝き、空は青く澄んでいて気持ちがいい日です。すると突然垂直の雲がどんどん大きくなっているのが見えました。最初は真っ白でしたが、こちらへ近づきながら急速に密度が濃くなり、色も黒くなってきました。空は暗くなり風が出てきます。そしてジョンは体中の毛が逆立つのを感じました。雷に打たれそうだと体が示しているのです。その瞬間、静電荷が体から駆け上がっていきました。そして嵐の負電荷の部分に届きます。早く動かないと2つの電荷が出会ってしまいますよ。隠れる場所はありません。ですのでとりあえず身をかがめて、周囲にあるものよりも体を小さくしてください。あ、ジョン、地面に横になってはダメです。地面が湿っていたら電気を通すことになってしまいますからね。雷雨の際、危険を知らせるサインは他にもあります。手に汗をかいたり、周りにある金属のものからパチパチ、ブンブンという奇妙な音がしたり、肌がチクチクします。そして口の中で金属のような変な味がしています。塩素の匂いもします。これはオゾンの匂い。電荷が大気の大部分である窒素と酸素の分子を別の原子に切り離します。そしてこれらの原子が再び合わさると、一部は酸素原子が3つある分子となるのです。これがオゾン。雷雨の際、下降気流がこのガスを上空の高い場所から地上へ運ぶため、匂いを感じることができるんです。嵐がやってくるのを感じる虫が存在するんです。そして固まることによって自然災害に備えるんです。なのでジョンは周りの虫に活気がなくなると自分も準備を始めます。ああ、それに蜂は激しい嵐を予測することができるんですよ。雨が降り始める前の日はいつもよりずっとよく働くんです。激しい雨が降る中、ジョンが川岸を歩いていると轟音が聞こえてきました。鉄砲水かもしれないと考えたジョンは恐怖に襲われます。やはり少しすると破片が流れてくるのが見えました。川の水は泥が増え、急速に濃い色になっていきます。鉄砲水はとても危険。ジョン、しっかり身を守って。別の日、ジョンはすごい壁雲を目撃することに。何キロも伸びているようです。激しい嵐が近づいているのでしょう。ですが壁雲がぐるぐる回り出したら竜巻が起こる印です。気をつけて。山の中の雪原を歩いているジョンは足元の氷が立てる音に耳を傾けます。中が空洞のような音。ジョン、すぐに足元の近くにひび割れがないか確かめてください。もしあったら雪崩が起きるかもしれませんよ。すると間もなく雪崩が近づいてきました。ジョンは力の限り斜面を降りようとします。ほとんどの場合は丘を下って横に曲がれば逃げ切ることができるでしょう。でも今回はダメです。ジョンはもう手遅れであることに気づき、一番近くの木に向かって走ります。
木にしっかりと強く捕まっていれば雪崩に流されずに済むかもしれません。それでもダメなら雪崩がまだ動いているうちに雪面まで泳ぐようにしましょう。気持ちのいい夏の夕方、ジョンは柔らかい茎についている葉っぱが突然垂れ下がったことに気づきました。ああ、嵐が近づいているのかもしれません。異常気象が起こる直前に空気の湿度が増すことが多いのです。葉っぱが湿って重くなり風で簡単にひっくり返ります。ジョンは古い家に住んでいるので部屋の壁のひび割れには慣れています。ですがある日、ひびの幅が広がっていることに気づきました。あれ、新しいひびもできているようです。これは危険のサイン。ジョンの住んでいる地域は石灰岩が多いので、新しいひびができるのは家のすぐ横に陥没穴ができることを意味します。家路を急ぐジョン。棚雲に目を奪われている暇はありません。でもこれは SF 映画で見るような雲。棚雲は暖かく湿った空気が激しい雷雨の上昇気流に取り込まれることによって形成されます。この不吉な雲は大抵の場合嵐の予兆なのです。確かに動物と触れ合うことは健康にいいという人もいます。しかし残念ながらそれは全ての生物に当てはまるわけではありません。安全を確保するために特にキスを避けるべきいくつかの動物について見ていきましょう。あなたが近々ミミズに触りたくなることはないと思いますが、ヒモムシには近づかないように。この細長い生物は鮮やかな色をしているため見つけやすいです。海中に住むものもいれば陸生種もいます。陸ヒモムシにはプロボシスという獲物を捕らえて食べるための細長い独特の管があります。それらはとても柔軟で食べ物を捕らえたり物を包むために伸びることができます。ヒモムシには有毒な種もあり、これを獲物に巧妙に忍ばせることもあります。さらに皮膚に刺激を与える粘液を分泌することもあります。イモガイについても少し見てみましょう。このカタツムリは通常暖かく浅いサンゴの海の近くに生息しています。様々な色や模様があり、長く尖った殻で身を隠し自らを保護します。また長く尖った歯舌と呼ばれる非常に危険な舌を持ち、これを使って獲物を捕まえます。その舌の中には細く鋭い歯があります。イモガイが他の小動物や魚を見つけると舌を突き出して森を刺します。これらの森は毒で覆われ、獲物を弱らせることができます。この毒は人間にも有害なため、イモガイの周りでは注意が必要です。人間とヤツメウナギの関係は長年膠着状態になっていました。ヤツメウナギという名前を聞いたことがない方のために、彼らは奇妙な特徴を持つウナギのような魚で、恐ろしい歯を持つ筒状の口を持っています。他の魚へ付着し、血液や組織を食べる寄生生物で、淡水と海水の両方で見ることができます。その恐ろしい性質にもかかわらず、人間は長い間彼らを食用として捕獲してきました。過去の王や皇帝といった裕福で権力のある人間はしばしばディナーで珍味を楽しんできました。ヤツメウナギを食べた王もいましたが、最後は亡くなってしまったという話もあります。一部の人には美味しそうに見えるかもしれませんが、実は非常に危険です。彼らは皮膚に取り付き、鋭い歯で宿主の血液と体の組織を食べるため重大な結果をもたらすことがあります。これが吸血魚の異名を持つ理由です。ヤツメウナギは感染症や失血などにより宿主に深刻なダメージを与えることもあり、さらに彼らの作った傷は治りにくく跡を残す場合もあります。ヤツメウナギはあなたの憧れる魚ではないかもしれませんが、ヌタウナギに比べれば美人に見えます。ヌタウナギもまた海に生息するツルツルしたウナギのような魚です。長く滑らかな体を持ち鱗はありません。代わりに自身を捕食者から守ったり、水中を移動しやすくするための粘液層を放出することがあります。ヌタウナギは腐肉食動物であり、海中で死んだ動物を食べます。幸いこれらの生物が人間を攻撃したり傷つける事例は知られていませんが、その面倒な口からは遠ざかるべきです。彼らは取れたての新鮮な肉を食べているわけではないため、非常に多くの有害な細菌を持っています。漁の網を詰まらせたり、水の視界を悪くする粘液を発生させるため、ダイバーや漁師の悩みの種となっています。また彼らは海のゴミ箱から食べ物を得ており、かなりの悪臭を放つことがあります。日本ではダルマザメ、
英語ではクッキーカッターシャークと呼ばれる魚がいます。この生物はかなり危険で、その独自の食事方法から名前を得た小さな魚です。彼らは恐ろしい歯のついた小さな丸い口を持っています。この口を使うと、まるでクッキーカッターが生地に印をつけるかのように、獲物から直接丸い肉片を切り出せるのです。世界中の熱帯水域で見ることができ、危険なことに彼らはしばしば水面近くを泳ぐため、サーフィンや水泳の間に遭遇してしまう可能性が高いです。ゴミパンダという名前を聞いたことはありますか？実はいたずら好きなアライグマのニックネームです。彼らは小さく毛深い動物で、顔とふさふさの尻尾に白黒の模様があります。この風変わりな生き物はゴミ箱を漁るなどのいたずら好きで有名です。主に森林付近で見られ、夜行性です。無邪気な見た目に反して、その下で舐められると危険です。彼らの唾液は有害な細菌や病気を含む可能性があるため、アライグマとの接触は避け、万が一舐められた場合は念のため専門のサポートを受けた方が良いでしょう。あなたがオアハカサンショウウオに出会う確率は非常に低いですが、その舌の素早さを理由に危険と言われていることはご存知でしたか？この種のサンショウウオはメキシコのオアハカ地方に生息しています。特徴として黒または濃い茶色の体に、腕、足、尾に鮮やかなオレンジまたは黄色の模様があります。この生物はほとんどの時間を木の上で過ごし、昆虫を食べます。夜行性であり、脅威にさらされた時には皮膚からタチの悪い物質を出し、自らを捕食者から守ります。しかし新たな研究によって、この巨大なヤシサンショウウオは動物界で最も強力な筋肉を持つことが分かりました。彼らは非常に強力に舌を突き出すことができ、これが当たって怪我をするほどです。またその舌は体長の半分以上の距離をわずか 0.007 秒で伸ばすことができます。ガチョウはとても一般的な家畜です。農場で時間を過ごしたことがある人なら、必ずと言っていいほどこの健康的な鳥に出会ったことがあるでしょう。のんびり歩いているように見えますが、縄張りや子供を守るために攻撃的になる場合があります。一部の農場で防犯のためにガチョウを利用しているのも驚きではありません。ガチョウはちょっとした騒音に簡単に驚いてしまうため、何か異常が起こると飼い主に警告してくれます。しかしガチョウに噛まれると危険です。くちばしで怪我をする可能性があるほか、体に問題を引き起こすバクテリアを媒介することもあります。ガチョウに噛まれるような挑発をしたり、むやみな接近、交流は避けましょう。ペットであっても舐められないように気をつけるべき動物がいます。例えば猫のような家畜です。猫の下には細かく奥に向かって生えている乳頭というトゲがあり、毛づくろいしたり食事をするのを助けます。乳頭は人間の爪や髪と同じタンパク質であるケラチンから作られています。猫に舐められたことがある人ならあの感触を知っているでしょう。それはまるでヤスリに触れているような感じです。猫のザラザラの下で何度もまたは強く舐められたりすると、どんな肌でも炎症を起こすことがあります。犬にも同じことが言えます。あなたの愛犬の口の中にはトラブルを起こすバクテリアが存在しているかもしれません。犬は動物の排泄物を嗅いだり食べたり、汚れた水を飲むことでこうしたバクテリアを摂取します。しかし体内にバクテリアを持っていても見た目に現れず、何も問題はなく絶好調だと感じてしまうかもしれません。バクテリアによる問題を避けるには、口や鼻周りを舐めさせないようにしたり、キスの後で手と顔を洗うことをお勧めします。もしあなたが習慣的に愛犬とキスを交わし、どうしても我慢ができない場合は、唇ではなく頬にする方が安全です。ペットが舐めることを許していると、あなたの意識や食べ物を強く要求するといった望ましくない行動につながる場合があります。またペットによっては唾液を通して人間にアレルギーを引き起こすこともあるかもしれません。ロシアではバルト海沿岸に不思議な国立公園が存在します。ダンシングフォレストの謎を科学者は未だに解明できていません。この森の松の木は全てが曲がりくねっているんです。この森はこの地域一帯の砂丘の砂を安定させることを目的として60年代初期に植えられました。説の一つによれば、このように木が曲がってしまうのは不安定な砂が原因です。もう一つの説としては、強風または超自然的な力。この森はポジティブなエネルギーとネガティブなエネルギーがぶつかり合う場所で、
そのため木が曲がってしまったと考えられているのです。地元の伝説では木のリングを一つくぐって登るとその人の寿命が1年伸びる、または願いを叶えてくれると信じられています。それいいですね。さて、変な木といえばイタリアのピエモンテにも存在します。ここでは桑の木の上に桜の木が生えています。何がおかしいかというと、どちらの木も全く健康なんです。土星の北極付近で吹き荒れる巨大嵐は六角形という変わった形をしています。これはおそらく風の勾配が原因です。この雲の長さは 14,500 キロで、地球の直径よりも 1,758 キロ長いんです。この六角形は何年にもわたって観測がされていますが、色が変化するという点でさらにミステリアスです。かつてはターコイズ色だったものが最近ゴールデン色に変わりました。季節の変化とともに北極点が太陽の光にさらされるようになったことが色の変化の理由です。雨が珍しくないワシントン州のオークビルですが、未だに確固たる科学的理由がない雨が降ったことがあります。空から降ってきたのは通常の雨粒でなく、透明のクラゲのような塊。この塊は58平方キロメートルの範囲で降りました。この雨粒に近づいた人は風邪のような症状を発症。さて、この塊は何だったのでしょうか。研究者によれば、これらの塊には人間の白血球が含まれていたと主張しています。後のテストではこれには中心核がないことが分かりました。蒸発したクラゲが雨になったという説もあれば、商用飛行機の廃棄物であるという説もあります。ウォーキングロックズとしても知られるセーリングロックズは、外的な力が加わっていないにもかかわらずデスバレー国立公園中を移動し、土と砂の上に長い跡を残します。今まで複数のタイムラプス映像が撮影されてきました。科学者たちが複数の岩に GPS をつけたところ、岩がかなりの速度で移動していることが発覚。凍えるような気温の中、夜中に形成された氷の薄い層のおかげで、日中氷が溶けきるまで岩が動いているというのが説の一つです。それかローリングストーンズのライブがあったとかって、冗談ですよ。シベリアにあるバタガイカクレーターは、あの世への扉のような見た目をしています。長さおよそ1キロ、深さ86メートルのこのクレーターは今でも大きくなり続けています。深くなればなるほどあらわになる地下の層。この層を見てみると、1000年前の地球の状態を知ることができます。このおかげで当時の気候がわかるんです。クレーターが姿を現したのは60年代、急激な森林破壊がきっかけで始まりました。木の影がなくなり、地面がだんだん温まってきたんです。このおかげで永久凍土が溶けてクレーターが形成されました。ニューメキシコ州のタオスで聞こえるブーンという低い音は、1990年代から地元の人を悩ませています。この低周波の音のおかげで人々は睡眠を妨害され、疲労感に襲われています。科学者たちがこの音の正体を解明しようと試みてきているものの、その原因の特定には至っていません。似通った現象は英国、オーストラリア、カナダ、アメリカの別の場所でも報告されています。幸いこの音が聞こえるのは世界の人口の 2% ほどのみです。この音は機械装置、聴覚系への妨害、動物などが原因ではないかと考えられてきました。ウエストシアトルで聞かれるブーンという音は、トードフィッシュが原因だとされています。金環や近隣とも呼ばれる妖精の輪は、草の生えた地面にキノコがミステリアスな輪を作る現象です。キノコがほぼ完璧な輪を作り出す理由に関しては、たくさんの議論がなされています。伝説によれば、妖精が踊ると地面が焼けて、そこに急速にキノコが生えるそうです。コスタリカには300個ほどの石球が集まっている場所があります。地元の人は玉を意味するラスボラスと呼んでいます。これらの石球はほぼ完璧な球体です。巨大なものは一つで16トンほどの重さがあります。さらに反例岩、石灰岩、砂岩など様々な素材からできています。オサの家に向かってまっすぐ並べられていたのではと考えられていますが、その起源に関する正確な情報は存在しません。伝説によれば、その起源はアトランティスにあるとかないとか。なるほど。10月後半にメコン川を訪れたら、光り輝く火の玉が水中から現れ、空中に浮かび上がる姿を目撃することができるかもしれません。地元の人はこの火の玉現象をバンファイパヤーナークと呼んでいます。
火の玉のサイズは様々です。火花ほどの小さなものもあれば、バスケットボールほどの大きさのものも存在します。夜になると数十個から数千個、このような玉が出現するんです。科学者たちはこの現象の確固たる原因を解明できていませんが、これは沼地から放出される可燃性のガスが原因なのではと考えられています。地元の人の一部はメコン川に住み着いている巨大蛇の仕業だと信じているようです。ミネソタ州のスペリオル湖の北側の岸にはデビルズケトル、つまり悪魔の大釜と呼ばれる滝壺で有名な公園があります。これは2つに分かれている滝で、滝の1つはそのまま流れ落ち、もう1つは地面の穴へと消えていきます。デビルズケトルに投げ込んだ物体は二度と戻ってきません。科学者たちは穴に流れ込んだ水の行き先を解明できていません。流れの行き先を追跡することができないため、デビルズケトルは人間には危険すぎると考えられています。ウォータースライドには向いてないですね。グルニオンは変わった繁殖方法で有名な魚です。メスは海から岸へと上がり、海岸で尻尾で砂に穴を掘り卵を産むんです。卵はしばらく砂の中に隠されます。10日後、生まれたばかりの赤ちゃんが海に帰っていきます。科学者たちはまだこの繁殖方法を説明できていません。中央ノルウェーのヘスダーレン峡谷に住む人たちは、空に浮かび上がる白、黄色、赤の光を頻繁に目撃します。この光は昼夜問わず現れ、80年代には1週間で15から20回ほど目撃されました。ヘスダーレンの光は数秒程度で消えることもありますが、1時間ほど観測されることもあります。この光は移動して前後に揺れているようにも見えます。この光の原因を鉄粉だと考えている人もいれば、ナトリウム、酸素、窒素の燃焼であると考えている人もいるようです。ただ多くの人たちは航空機の見間違いではと疑っています。イエローストーン国立公園には有名なボイリング湖がありますが、自然に沸騰した水を見ることができる場所はここだけではありません。アマゾンの奥深くには 6.5 キロ続く常に熱いシャナイ・ティンピシュカ川があります。この名前は太陽の熱で沸いたという意味です。正確に言えば沸騰しているわけではないですが、パスタを調理するのには十分な91度に到達します。あ、試してみます。温度は最も低い時で45度です。この川の温度は未だ科学的に説明されていません。水がこれだけの温度に達するためには火山に近いことが条件です。しかし最も近い火山でも645キロ離れています。ただしこの現象を可能にする理由が地下に隠れている可能性はあります。ベネズエラの西部カタトゥンボ川の傍らに住む地元住民にとって雷は日常茶飯事です。ほぼ毎日雷が鳴るんです。午後7時くらいから始まって夜明けまで続きます。このカタトゥンボの雷はかつて数ヶ月ほど2010年の1月から3月の間だけ見られなかったことがありました。原因は干ばつだと考えられています。あるいは充電不足。1991年、冷たい空気の流れと暖かい空気の流れがぶつかり合うことが原因でこの現象が起こるのではと科学者たちが提唱しています。別の説によれば、雷は岩盤に含まれるウランによって引き起こされています。雷といえば、私は苦手なんでおいとまします。では、もし地殻の大変動が5分ごとに起きていたとしたら、地球の環境は45億年前とほぼ同じになります。当時海は沸騰していて、雷がそこら中に落ち、構造プレートが形を変え、火山からは溶岩が流れていました。インターネットなんてありませんよ。地球はグツグツ煮えている巨大な大釜のようで、そこでゆっくりと生命が形成されていました。もしまたこんな状況になったら、地球上の全ての生命はすぐに破壊されてしまうでしょう。地殻大変動の連続、それが起きたと想像してみましょうか。さあ、行きますよ。おはようございます。あなたは小さな地下壕の中で目を覚まします。地震センサーが何分かで震度7の地震が起こると警告します。あなたは巨大な防水のリュックに荷物を入れ、上の階に向かいます。地下壕は地面と一緒に動いて地震の活動から守ってくれますが、生活必需品が足りないので脱出は逃れられません。それに昨日、生き残った者はすぐに南へ逃げるようにというラジオ信号を受信しました。ラジオで言っていた座標はあなたのいるところから遠くありません。
急がないと地形がまた変わってしまいます。ハッチを開けると辺りは砂漠に覆われています。空は灰色で太陽がほとんど見えず、地面は揺れていますが怖くはありません。家や建物がないので何も倒れてきませんからね。あなたはしっかりバランスを取ることができ、地震で転ぶことはありません。トランポリンで飛んでくるようなものです。危険なのは地面の裂け目だけですが、あなたは簡単にジャンプしていきます。こんな極端な朝のウォームアップ運動の後、あなたは朝食を食べることにして、リュックから缶詰を出します。何分かするとまた地震が来ます。あなたは食べながら、ひいおばあさんが全ての始まりについて話していたことを思い出しました。こんな状態になる前、地球は国という領土に分かれていて、何百万という人々が住んでいましたが、大変なことが起こったのです。構造プレートが動き出し、気温と大気圧が急激に変わったのです。一日で地震が全ての都市を破壊しました。残った廃墟は津波と洪水に流され、火山灰が日光の通り道を遮りました。森の火事で植物はほぼ全て焼き尽くされ、火山の噴火で空気が汚染されたといいます。このような厳しい環境に順応できたのは、ごく少数の人たちだけだったようです。朝ごはんを食べ終えると、あなたは弱い地震に気を取られました。移動するときです。多くの人が一人で世界中を移動します。その方が安全な生き方だからです。小さなコミューンを形成する人もいますが、一箇所に長く留まる人はいません。あなたは生まれてからずっと移動していましたが、パニックにはなりません。自然災害が起きた時、大事なのは落ち着いていること。生き残った人々は鋼の神経を持ち、身体トレーニングもしっかりしていますからね。何かを感じたあなたはガスマスクをつけます。地震は淡水湖沼噴出も起こし、地面から地表に自然に二酸化炭素が排出されました。ガスマスクをしても快適ですが、つけたまま速く走ることはできません。遠くに緑の森が見えます。火事で燃えなかった珍しい場所です。あなたはガスマスクを外して木の方へ行き、照りつける太陽の日陰に入ります。この緑地には植物がたくさんあり、色鮮やかな花、イチゴ、その他のベリーもなっています。でも安心はできません。この場所が肥沃なのは近くに火山があるからです。火山はビタミンやミネラルの豊富な地下のマグマを吹き出すので、植物が育ちやすいのです。遠くに高い山が見えますが、それが火山です。また地下から圧力がかかり火山が起こります。あなたはイチゴを取って、この場所からできるだけ遠くへ逃げることにしました。溶岩が火山口から流れ、森に火をつけます。折りたたみのキックスクーターをリュックのフックから外し、全速力で燃える山から走り去ります。空は火山灰で覆われていますが、それは長くは続きません。強い風が毎秒大きくなりながら吹いていきます。あなたは住んでいる方向にハリケーンが近づいてくることに気づき、小さなシャベルを取り出して地面を掘り始めます。土は乾いていますが、何分かで小さな溝を掘れる体力があります。そのシェルターに飛び込み、保護テントで自分を覆います。ハリケーンが火山灰をいろいろな方向に吹き飛ばし、空気はまたきれいになりました。ですが火事は消えません。風で森全体に広がっているようです。辺りは煙で満ちていますので、溝から出たあなたはまたガスマスクをつけます。そして耐えられないほど熱い空気を感じながら、ハリケーンは理由もなしに来ないことを思い出します。暖かく湿った空気が海面にぶつかり、空に昇って行き、ハリケーンが形成されます。ということは近くに海があるということ。喉が渇いていて体を冷やしたかったあなたにはラッキーです。背後で大きな音がします。後ろを見ると巨大な波が火の方に向かってきていました。パニックになることなくライフジャケットを取り出し、ガスマスクを外し、潜水用マスクと足ひれをつけます。あなたは水に流され足がつかなくなりますが、溺れはしません。何年にもわたるこのサバイバルの生活で泳ぎが上手くなったのです。あなたは流木をつかみ、洪水が次の災害にとって変わられるのを辛抱強く待ちます。そして5分間、稲妻の光る真っ黒な空の下を漂っています。あなたは南に進もうとします。寒くなってきました。やっと岸が見えましたが、それは陸ではなく氷でした。強い風が温帯性低気圧を引き起こし、気温が急激に変わりました。まるで南極にいるように感じます。辺りは雪でいっぱいで、ブリザードが吹いています。すべてが凍っていますが、あなたはアルミホイルでできた薄いスペースブランケットを取り出し、ゆっくりと南に歩いていきます。
そして体を温めるため、服の下にシワシワの紙と梱包材、コットンを入れます。道中、後で溶かすため何本かの氷に雪を入れます。顔につららができ、雪嵐のため前が見えません。突然雪が足の下でビシャビシャと音を立て始めます。氷が溶けて水になりました。熱風を顔に感じた時、足元の土が固く熱くなるのを感じました。空を見上げた後時計を見ます。5分経つと空は再び黒い雲に覆われました。あなたはリュックから金属のお皿を出して頭を覆いました。何秒かすると激しい雨とあられが降ってきます。巨大な雪の塊が金属の盾を打ちますが、あなたは落ち着いていて顔に微笑みさえ浮かべています。地面が濡れ、氷の塊で緩まっていきます。あられが収まると、あなたは保温のために服の下に入れておいたものを取り出しリュックに入れます。そして長い鉄のスポークを並べ始めます。このスポークは銅線で包まれています。あなたはスポークをつなげ長いアンテナを作り、それを地面に刺して走り去りました。雨雲が雹を降らせた後は雷が地面に落ちます。正確に言うと、あなたが今作ったばかりの飛来針に落ちました。あなたは嵐が去るのを待ち、飛来針を分解してリュックに戻しました。またひどく暑くなってきます。溶かした雪を少し飲み、砂漠の中を前進します。地震が来てまた冒険が始まります。地震、二酸化炭素、火事、洪水、雪、津波、雷、それらが限りなく続きます。コンパスに助けられながら、あなたは前進し続け、何ヶ月か後に目的地にたどり着きました。大きなアンテナが地面に突き刺さっているのが見えます。これは地下都市の入り口の印です。この都市は何十個もの巨大な地下壕がトンネルでつながったものです。都市の壁からは放射線が入ってきませんし、日々起こる地震で壁が曲がることもありません。人々は地面からエネルギーを抽出する技術を身につけました。地球の核は熱を発しています。その熱を利用して水を沸騰させ、水蒸気が出て特別なステーションで電気が作られます。そして地下の湖や川の水が利用されます。太陽の代わりに紫外線ランプが至るところに設置され、人間や植物の必要な光となっています。自然災害は5分ごとに起こります。ですが地下には十分な広さがあり、人類はそこで生きています。世界最大の木はその巨大さからシャーマン将軍の木という名前がついています。カリフォルニアのセコイア国立公園にあり、枝を84メートルに伸ばして空高くそびえ立っています。高さは自由の女神像とほぼ同じくらい。重さは測りに置くことができればですが、400頭の像と同等の重さになるはずです。その根元は直径11メートルに広がっており、2台のセダンを前後に駐車できるほどです。カリフォルニアはこれらの巨大な木が自然に生育する地球上の最後の場所です。氷河期には北アメリカとヨーロッパ全土で栄えていましたが、氷河が後退するにつれセコイアも後退しました。現在は主にシエラネバダ山脈の西斜面に沿って繁栄し、溶けた氷河キャップからの水分を補給源としています。シャーマン将軍の木を見に毎日数千人もの人が訪れるため、公園のインフラはこれに対応しています。最寄りの駐車場から半マイルほどの短い散歩をすると、大きな緑色の巨木にたどり着きます。途中で石の目印が木の基部の形と大きさを示し、その壮大なスケールを教えてくれます。この風変わりなセコイアは推定で2300年から2700年前のものと考えられ、何世紀もの変遷を目の当たりにしてきました。それはローマ帝国の初期の日々に芽を出したとみられます。18世紀後半にヨーロッパ人がカリフォルニアに到着した時、彼らは最初に貴重な木材だと思い、セコイアを伐採しようと試みました。しかしこれらの巨大な樹木を伐採するための労力は当時としては莫大でした。またこの種類の木材が予想以上に壊れやすいこともすぐに分かり、これらの木々は使用意図がなくなってしまったのです。またこの名前は19世紀の有名なアメリカの公務員であるウィリアム・テカムセ・シャーマン将軍から来ています。シャーマン将軍の木からあまり遠くない場所に、世界で2番目に大きな木であるグラント将軍の木が立っています。シャーマン将軍の木がその名前を受け取る何年も前に地元の人々に発見されたこの木は火災も乗り越えてきました。その厚い樹皮と
たくましい身材のおかげでここまで生き残ることができたのです。最も古い木についてはカリフォルニアにも存在するグレートベースンブリッスルコーンパインの一つでメトセラと名付けられたものだというのは長年知られていることです。これはエジプト人がギザのピラミッドを建設するはるか前、すなわち4800年以上も前から存在しています。この木の場所は安全を確保するために秘密にされています。メトセラとその仲間たちは生存が厳しいカリフォルニア、ネバダ、ユダの上部に生育しています。その地は寒冷で土壌は乾燥し厳しい風が吹き荒れます。しかしこれらの強靭な木々は山岳地帯の硬い岩石地から栄養を取り入れ生き抜く方法を見つけ出したのです。その枝は木が成熟する過程で全方向から吹く風の影響でねじれていたりくねっていたりします。それによって見た目は雑な印象を受けますが、これが強力な嵐に対応できる形なのです。根は真上の枝部分だけを養っているため、木の一部の根が衰えるとその部分の葉だけが影響を受けます。最古の木の功績をめぐる新たな競争相手が現れました。チリにあるスペイン語で偉大な祖父という意味のパタゴニアンサイプレスのグランアブエロという木で、メトセラよりも500年ほど前から生息していた可能性があります。つまりこれは青銅時代に人々がさまよう様を見てきた可能性を指しています。木の年齢を計算するためには一般的に年輪を数えます。しかしグランアブエロの場合、科学者たちは複雑な数学を用いてその年齢を推定しました。専門家たちの中にはこの方法に納得していない人もいます。どちらの木が長く生存しているかはさておき、メトセラとアブエロの両方はそれぞれの長い生涯の中で多くの変化を見てきました。彼らの幹の年輪はその年に成長した時の天候に関する情報を持っています。科学者たちはこれらの古代の木々を研究することで私たちの惑星の過去の気候についてたくさん学ぶことができます。世界一高い木は安全確保のため一般の人は立ち入りできません。名前はハイペリオンといい、カリフォルニア州のレッドウッド国立公園に位置しています。高さ115メートルというハイペリオンはアメリカンフットボールのフィールドよりも長く、海岸沿いのレッドウッドです。ハイペリオンはギリシャ神話のキャラクターにちなんで名付けられ、2006年に2人の研究者によって発見されました。公園にはヘリオスやイカルスといった他の背の高い木々も生息しており、どちらも高さ113メートル以上に達しています。北カリフォルニアのレッドウッドにこれほどの高い木が生息するのはその葉と地域の気候によるものです。これらの木々は朝霧から水分を吸収して貯蔵するとともに、新芽は傷がついた後の成長を促進し、それらを長い年月生存を可能にします。ただその浅い根はハイカーがつけるダメージに対しては脆弱です。記録保持者であるにもかかわらず、ハイペリオンの外観は予想ほど大したことがないかもしれません。その壮大な高さを地上から目の当たりにするのは困難で、その幹もそれほど印象的ではないからです。ハイペリオンは現在公式の経路がない閉鎖区域に隠れていますが、それでも多くの愛好家たちが来るためその場所は荒らされ、ハイペリオンの生息地を傷つけてしまいました。過去には途中でゴミも見つかったことがあります。公園は最近声明を発表し、この木から離れて訪問するように強く促しています。そうしないと数百ドルの罰金を課せられたり、さらには刑務所に入る可能性もあるそう。バーレーンの乾燥した砂漠風景の中で生命の木は強靭な象徴を持っています。この国の最高地点に位置するこの古代の木は、その神秘的で不可解な存在感で訪問者を魅了しながら、アラビア砂漠の果てしない熱帯砂丘に佇んでいます。砂漠に一本立っているため、科学者や植物学者たちは長年どうして生存できているのか理由が分からずにいました。そこではほとんど雨が降らず、近くに淡水源もありません。それにもかかわらず生命の木は生き続け、葉を青々と茂らせています。こんな厳しい状況下でも生き続けることができる理由として、いくつかの奇妙な理論に達しました。一つはこの木の根が地球の深部に達し、地下水を求めて最大で50メートルまで深く伸ばしているという推測です。また他には、木が周囲の砂粒から特殊なメカニズムを通じて水分を吸収することでその環境に適応したというものもあります。他の興味深い推測は、生命の木が伝説的なエデンの園の場所にあるというもので、神秘的な水源から水を得ているというもの。科学的、
文化的に重要な意味を持つ生命の木は地元の人々にとって重要な観光地でもあり、毎年約6万5000人の観光客を引き寄せています。ただの一本の木のために。ポーランドには曲がった木の森に集まる見応えのある木々がたくさんあります。この森は不思議な形に曲がった400本の木々で構成されています。それらすべてが同様の形状を持ち、 J の文字に鋭く曲がって空に向かっており、ほとんど地面に触れそうです。これらの木々がなぜそのような形になっているのかについては、人々の間で様々な意見があります。一部はこれらの木々が若いうちに大雪に覆われて押し下げられたと考えています。また他にはその地域の重力が木々の成長に影響を与えた可能性があるというもの。もう一つはこれらの木を1920年代に植えた人々が故意に曲げたというものです。彼らは家具製造過程をやりやすくするために曲線を作りたかったのではないか。それによって木が約10年成長した頃にその成長を妨げ、この奇妙な形にし、その影響を受けた木が未だに残っているのではないかという推測です。どちらにせよ、これは一本の木だけではなく全ての木に起こっているようです。全ての木が同じ形をしていることから、人間の介入が最も可能性が高そうです。曲がった木の森、全ての木がその不気味な湾曲で同じように見えるにもかかわらず、彼らはそれでも健康に成長しています。困難な条件に適応して成長し続けているのでしょう。あなたは屋外でのハイキング中、これからテントを張る場所を探しています。聞こえてくるのは木々のざわめきと足元で枝が立てるパキッという音。おや、リスたちが向こうの木を登っていますね。するとそんな時、あなたの目の前に意外なものが現れました。向こうの木の間に垣間見えるのはコンクリート製の何か。おかしいな、あなたは森の中に30キロも分け入ってきたはず。この辺りには町も村もなかったはずです。あなたは友達と共に道を外れ、その物体に近づいてみることにしました。近づくにつれて分かったそのものの正体、それはどこへも続いていない階段でした。こんなところになんで階段だけが。しかもその先には何もないだなんて。あなたはシャーロック・ホームズさながらに推理を始めました。もしかしたらここには古い家があって、そこが何年も前に朽ち果て階段だけが残ったんじゃないだろうか。あなたはこの不思議な構造物の周りを何周かしてみましたが、遺跡のようなものも家の基礎のようなものも全く見当たりません。まるで何者かがケーキを切るかのように、この階段をどこかからそのままそっくり移動させたかのようです。理由もなくね。不気味すぎてあまりこの階段には近寄りたくありません。何か嫌な予感がする。なんだか眺めれば眺めるほどにこの階段の不気味さは増していっているかのようです。本能があなたにすぐにこの場を立ち去れと訴えかけてきます。とまあへんてこな話もあったもんですが、このような場違いな階段が森の中で発見されるという事例は意外と多くあったりするものなんです。見つかる階段は木製のものもあれば石造りのものもあり、古くから残っていたかのようなものもあれば、つい昨日仕上がったばかりのようなものもあります。ただ一つだけ共通している点、それは階段の先には何もないこと、そして発見される場所がとにかく謎すぎるということ。例えば中でも有名なのがニューハンプシャー州チェスターフィールドの森で発見されたものです。この中世ヨーロッパ風の長い階段は石造りで、ローマ風のアーチ構造を持っていました。階段はパリで活躍した有名歌手マダム・アントワネット・シェリーの居城の一部と思われていました。城は100年前頃に建てられたもので、1962年に階段だけとなった姿で再び発見されました。また別の階段は9000年前のもので、イタリアの森の奥地で発見されています。これは小高い足場を目指していくつもの階段が並んだ構造をしていました。しかし行く手に何もない階段をわざわざ作る理由は何だったのでしょうか。専門家はこの場所にはかつて儀式を行うための塔が立っていたのではないかという説を唱えています。しかしその本当のところは全く分かっていません。お次は階段以外の不思議な現象について。インド洋にはインド洋ジオイド低域と呼ばれる異常地域が存在しています。ここは世界で最も重力が歪んでいる場所。
地下に存在する鉱物や海溝、マグマだまりが付近一帯の磁場に変化を与えています。このような重力異常は地球のさまざまな場所に存在しており、その場所を調べることで地球の中で何が起きているのかを知ることができます。通常、周りより重力が強い場所は地中に密度の高い物質が埋まっていることを意味します。例えばこのような重力異常はマントルが地殻を上がろうとして形を変えているために起こっているという説もあります。ニーハウ島は現代科学から隔絶された場所、自動車も走っておらず基本的な移動手段は徒歩か自転車です。住民の皆さんの足がたくましいのはそういうことなんですね。島の生活には水道もインターネットも売店もありません。そして島にある唯一の学校は太陽光発電で電力を得ています。そのような学校はハワイ州ではここだけなのだとか。島の住民になるには地元民が定めるルールに従わなくてはなりません。破った場合は退去処分となります。さてお次はタイ北東部バンコクにほど近い場所、ここには7500万年前から存在する岩石層があります。これらの岩は泳ぐ3頭のクジラに見えることからスリーウェールズロックと名付けられています。何百万年も前、この一帯は全て砂漠でした。しかし地形が変わるとともに砂岩が大陸プレートと侵食によって引き裂かれた結果、このような面白い構造が生まれたのです。スリーウェールズロック周辺のハイキングルートでは滝やありとあらゆる動植物を見ることができます。ヤマル半島とギダン半島に存在する縦穴は2014年に発見されました。この穴はまだまだ形を変えている真っ最中、穴はどんどん広がり、また穴の数も増えていると報告されています。穴が生まれた理由については隕石の衝突から未知の文明の活動といったものまで様々な説が唱えられています。最も信憑性のある説はメタンガスの活動、永久凍土が溶け始めたことでこのガスが水と反応し爆発的に生まれた泡が穴を作ったとするものです。とはいえ穴は数万年前から存在していたという可能性もあり、確たることは誰にもわかりません。さてニューメキシコ州の小さな町タオスに車で向かいましょう。ここに住む人の 2% は毎日謎の音に悩まされています。この音は宇宙人の仕業に違いないという人もいれば、町に住む悪霊のせいだとする人もいます。町そのものが呪われているんだという話もあるのだとか、祖先の行いに対し悪霊が復讐をしているのだという迷信も存在しています。とはいえ今のところは科学者ですらもこの音の出どころを突き止めることができていません。別の説ではこの辺りの音響効果が原因だとするものもあります。またただの集団幻聴だろうという説も、皆が同じ噂をしているから自分も聞こえているような気になるというのです。音は誰にとっても同じように聞こえるわけではありません。誰かにとって低くうなる音に聞こえたかと思えば、また別の誰かにはもっとはっきりブンブン言うように聞こえるのだそうです。このような不思議な音が聞こえる現象は何もこの町に限ったことではありません。これはハムと呼ばれる現象で、実は世界中で報告されているもの。スコットランドの小さな村に住む人々はこれを低く太い振動音だったと表現しています。フロリダでも同様の体験が報告されています。この現象がいつから始まったかは分かっていませんが、メディアで騒がれるようになったのは1970年代のイギリス。また200年前の文献にもこの音が登場します。統計的にはこの音が聞こえる人は人類の 2% だけであると言われています。もしかしたらこの一部の人は低い音に対してより敏感なのかもしれません。しかし全く別の理由がある可能性も否定できません。案外自分が歌を口ずさんでいるのを自分で忘れているなんてこともあったりして。インドネシアのとある火山は青く輝く溶岩とエレクトリックブルーとパープルの火花を吐き出します。この現象は火山に含まれる硫黄の量が世界屈指であるために発生しています。ですから近くによると激しい硫黄臭がするはずです。硫黄ガスが高温の大気と反応し溶岩によって着火すると青い炎色反応が起こります。またこの火山の火口には世界最大の酸性の湖が存在しています。
水中の川や湖、これらは塩水だまりと呼ばれています。この水は高い塩分濃度のために密度が高く、そのために下に沈む性質を持ちます。そうして海底で川や湖を作るのです。これらの湖では波が起こり、それが湖岸に打ち寄せるかのような動きを見せます。潜水艇に乗ってそこまで行くと、潜水艇はこの水に簡単に浮くことができます。しかし生身でこの水の中で泳ぐことは避けた方がいいでしょう。塩水だまりには有毒なメタンや硫化水素がたっぷり含まれていますからね。皆さんがどうしてもやりたいと言っても私はごめんです。メキシコのクリスタルの洞窟は世界で最も美しい水晶構造を見ることができる場所です。洞窟の環境条件のためにこの場所の水晶は信じられない大きさに育ちます。洞窟内は蒸し暑く、水に含まれた大量の鉱物がミルキーホワイトの水晶を育てます。中には電信柱よりも高い結晶もあるほどです。円筒形のスノードーナツ、これは積もった雪が強風によって転がっていくことで生まれる現象です。雪玉を作る場合、どこかで重さが勝り、それ以上風では転がらなくなります。しかしスノードーナツの場合、中心が空洞であるため止まることなく転がり続けるのです。円筒状になった雪の中心は薄く、そこは風で簡単に穴が開きます。こうしてドーナツ型が生まれるのです。全体の重さは雪玉よりも軽く、それに応じて転がる距離も伸びていきます。しかしあらゆる条件が合致しないと生まれないため、非常に珍しい現象です。エチオピアのダナキル低地は地球で最も奇妙な地形の一つでしょう。ネオンカラーの温泉が点在する塩の平原、立ち入る際には細心の注意を払う必要があります。熱水の噴き出る平地の上は毒ガスが渦巻いており、いくつもの温泉は強酸性を示します。遊泳は絶対にしてはいけません。でもお昼を食べてから30分経ったなら OK。 ま、冗談ですけれどね。最後の不自然な現象、それは1992年に海で発見された2万8000匹のアヒルのおもちゃ。香港からアメリカまで向かっていた輸送船が遭難した結果、この一風変わった現象が発生しました。これらのアヒルちゃんの中には、事故後数十年経ってなおまだ海をさまよっているものもあるのだとか。アヒルたちは南アメリカやアラスカ、ハワイ、オーストラリアの海岸で発見されています。海水浴もお風呂気分にしてくれるなんて最高のアヒルたちですね。